はい、こんにちは。令和元年司法試験本試験徹底分析会刑事系始めていきます。担当講師の反町です。よろしくお願いします。はい、司法試験皆さん、受験お疲れ様でした。で、今年もですね、例によって、この分析会の講義が、行われるわけですけれども、現時点での分析結果をお伝えするというコンセプトで、やっていこうと思います。じゃあ早速、お手元の配布物ですね、確認しますけど、まず、司法試験徹底分析会というふうにタイトルが書いてある冊子ですね。で、こちらの方は問題文と、ちょっと中確認していただきたいんですけど、問題文、刑事系第1問第2問問題文と、あと、参考答案という形で、回答例ですねがついてます。で、この回答例については後ほどまた適宜言及していきます。で、基本的にはもう一冊の方ですね、刑事系講師オリジナルレジュメと書かれている方ですね。こちらが私の方で作成した、分析結果のレジュメになりますので、基本的に講義はこちらのレジュメに基づいて、いこうと思います。はい。で、よいしょ。じゃあまず早速第1問、刑法からいきましょう。で、刑法なんですけど、今年の問題、皆さんどうでしたでしょうか。全体的な感想からですけれども、平成30年、昨年ですね、昨年の出題形式が、踏襲されて、いわゆる小問、設問形式という形になってましたね。で、昨年の平成30年の試験がこの形式になって、で、実は、それ以前にですね、一度だけですね、この設問形式っていう年があったんですね、平成19年。で、その平成19年の時点で、その設問形式になったんですけれども、小問ですか、小問形式になったんですけれども、この時はですね、その翌年、平成20年から、もう普通の元の持ち出題形式に戻っていて、元の出題形式っていうのは、誰々の在籍を述べよっていうふうになるだけのやつね。その形式に戻っていて、なので、昨年平成30年でこの小問形式が出たんですが、その時点ではまだ、なんていうか、今後も続くかどうかっていうのはちょっと分かんなかったんですね。ただ今年もこの形式が出たので、来年度以降も一応この形式引き続く可能性はあるなという予想はつくかなと思います。ただそこはその試験委員の構成とかがまた変わったら変わる可能性があるので、何とも言えず、どちらも出題可能性はあるというふうに言わざるを得ないんだと思いますけれども、で、まず問題文確認しましょうか。で、設問が3つですね。で、問題文の方は刑事系という方のレジュメです。オリジナルレジュメじゃない方ですね。で、2ページのところですけれども、まず設問1が、事例1における公の A に対する在籍について論じなさいと。住居侵入罪と特別法違反の点は除くとなってました。これは従来型ですね。設問1に関してはね。で、設問2、3、これがいわゆる設問形式特有の出題というかね、そういう雰囲気の設問なんですけど、設問2を見てみると、事例1において、公が現金を出そうとした行為に窃盗未遂が、未遂罪が成立することを前提として、事例2におけるオツの在籍について論じなさい、特別法違反の点は除くとなっています。で、論述に際して、以下の丸1、丸2、双方に言及し、自らの見解、丸1、丸2で記載した立場に限られない、を根拠とともに示すと。で、丸1が、事後強盗の罪の共同正犯が成立するとの立場から、どのような説明が考えられるか。で、丸2、脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場から、どのような説明が考えられるか。立場を固定して、ある一定の立場から立論させるというね、これが、その設問、証問形式特有の問題と。ということになるんだと思いますね。で、次が設問3ですけれども、事例3において、丙が D の傷害結果に関する刑事責任を負わないとするには、どのような理論上の説明が考えられるか、おのおのの説明の難点はどこかと。はい、これも理論上の説明ということでですね、その事例に対する処理を求めるわけではなくて、理論上の説明を求めると。はい、で、こういう形式が、いわゆる設問形式になったから出題できるようになったものであるということですね。
で、ただこの設問2と設問3は後ほどまた詳しくこう説明、解説しますけれども、例えば事後強盗と共犯とかね、事後強盗の構造だとか、まあ、あるいは防衛行為と第三者というテーマ。で、まあ、昨年の設問形式になった時に、不能犯、不能犯論が出ましたけれども、まあ、それも昨年のね、不能犯もそうだったんですけど、まあ、いずれも有名論点ではありますが、その先例となるような最高裁判例がないと。まあ、そういう分野なんですね。下級審裁判例とか学説が分かれているというような分野からの出題であると。で、この観点から見ていくと、実はこの形式で出せる出題可能性のある論点っていうのは結構絞られるんじゃないかなというふうに思います。で、あと、まあ、最高裁判例がないのでね、学説による比較的こう自由な議論が答案上でもできると。まあ、今年の問題を見たときは、だから私、これであれですね、一番最初の、最初の感想というか、見たとき、パッと思ったのは、ああ、これは刑法好きな人が得意なやつだなというふうに思いました。はい、ということで、まあ、全体としての感想はそれぐらいにして、で、中身をちょっと見ていきましょうか、オリジナルレジュメに行きます。で、1ページ第1問刑法というところから見ていきましょう。分析例、設問1。第1、A に対する詐欺罪の成否。で、まずその1番で、人を欺いてと、欺罔行為を認定しています。で、まず欺罔行為の意義ですけれども、欺く行為、欺罔行為は、これにより相手方が錯誤に陥り、財産的処分行為をするに至らせるような性質のものである必要がある。まあ、この解釈論をまず出しますと。すなわち、相手方を錯誤に陥れる行為であっても、それが相手方をして、錯誤に基づく財産的処分行為をさせるものと。まあ、言い方変えると、錯誤に基づく処分行為に向けられたもの。でなければ、本罪に言う人を欺く行為には当たらないと。はい。で、これがまず解釈論ですね。で、まあ、この問題というのは、いわば、財産犯としての実行行為性の問題であると。詐欺罪の実行行為としての欺罔行為というのは、単に嘘をつく、単に嘘を言う行為ではないんですね。相手方の処分行為、まあ、一行詐欺の場合は交付ですけど、財物の交付、それを導くと、あるいは促す、そういう性質の嘘が、まあ、そういう性質があるということが肯定されて、初めて財産に対する法益侵害の危険を具備すると。はい。で、この、だから結局、処分行為の認定が問題なんですけど、処分行為に向けられた欺罔行為があるかという形で、実行行為性の問題に位置づけて論じると。アスタリスクの1番をちょっと見てください。2ページかな。1つ目のアスタリスクか。窃盗罪と詐欺罪の区別基準として、処分行為の有無という点が挙げられますが、処分行為が欠ける場合には、実は2つの場合があると。処分行為に向けた欺罔行為は存在するが、何らかの事情により処分行為には至らなかった場合、括弧結果不発生と書きました。これが一つ目の類型。で、二つ目、そもそも処分行為に向けられた欺罔行為が存在しない。処分行為を導く性質がないから、欺罔行為とは評価できないという場合、まあ、括弧実行行為不存在というふうに書きました。この二つがあって、本問は後者の問題です。前者の場合、結果不発生という場合であれば、詐欺未遂罪の成立可能性を残しますが、後者の場合、実行行為不存在であれば、これは詐欺罪は詐欺未遂罪も成立しないから、窃盗罪のみ成立しうることになると。参考判例をつけました、1から5までですね、いずれもこれは後者の問題、実行行為性の問題だと、詐欺罪のね。で、参考判例1、2は窃盗を肯定し、参考判例3、4、5は詐欺を肯定している。それぞれどういう事案かというのはよく復習しておくといいと思います。まあちょっと今日これ解説講義の性質上ですね、判例の分析にあんまり時間を取れないので、範囲分析するっていうことはね、ここではやりませんけれども、参考になる判例はつけておきました。やっぱ事案をね、どういうふうに見るかっていうところは、判例の事案を分析しておくと、非常にね、こういう問題を解く上でも参考になるだろうと思います。はい、で、今言ったようにですね、1ページ戻ってください。
この処分行為という要件の検討にはなるんですけど、その位置づけですね、そこがまず一つ目の注意点でね、ここでの処分行為の検討というのは、結果発生の有無、すなわち既遂か未遂かの問題ではないぞと、その検討ではなくて、実行行為性の検討であるという点を明確に意識して論じる必要があるだろうと思います。実行行為はあるけど、処分行為がないっていう書き方をすると、それ詐欺未遂ってことになるからね。それが問題となっている場面ではないぞということですね。はい。で、ちょっと中身の検討を進めてみると、まず、検討すべき事情、事実としてはこういう事情ですね。甲が金融庁職員になりすまして、A に対して、電話で、あなたの預金口座が不正引き出しの被害に遭っています。うちの職員がお宅に行くので、キャッシュカードを確認させてくださいと告げた。A の住所及び A 名義の預金口座の開設先を聞き出した上で、A 方を訪問し、その玄関先でキャッシュカードを証拠品として保管しておいてもらう必要があります。後日お預かりする可能性があるので、念のため暗証番号を書いたメモも同封してくださいと。この封筒に封印するために印鑑を持ってきてくださいというふうに申し向けた。はい、まあこれを一応甲の虚言等というふうに一応まとめておきましたけど、甲の虚言等ですね。この甲の虚言等、まあこれ挙動もあるので、言葉だけじゃないので虚言等にしときましたけど、虚言等、これを信用した A はどうしたか。本件キャッシュカード等を甲に手渡した上、玄関近くの居間に印鑑を取りに行ったと、こういう事実関係ですね。はい、これを皆さんがどう分析するか。で、これらの事実を評価すると。A 方玄関先は、いまだ A の支配領域内であるところ、A は本件キャッシュカード等を封筒に入れるために一時的に甲に手渡したものであり、すぐ戻るつもりで一旦 A の面前から離れたに過ぎない。これが評価ですね。そして A の認識としても、本件キャッシュカード等を、キャッシュカード等の支配を甲に終局的に移転したという意識、まあ占有移転の認識。はなかった。まあこの終局的に移転っていうのがポイントで、処分行為というためには、まあ客観的にね、占有が終局的に移転したという事実とね、あと主観的にその占有の終局的移転についての認識と、はい、これは少なくとも必要になると。で、この終局的移転っていう言葉と対置される言葉としてね、よく教科書とかで用いられる言葉は、占有の弛緩という言葉です。緩めると。支配を緩めただけと。だからその相手に渡したとか、相手に委ねたとか、そういうわけではない。占有を緩めただけ、支配を緩めただけの状態。で、本門はまさにそういうような評価のできる事案っていうことになるんでしょうね。2ページ行っていただいて、そうすると、結論としては、本件キャッシュカード等について、A の意思に基づく占有移転は、観念できないというふうに書きました。で、この観念できないっていう表現ね、これ、現に占有移転が行われなかったと、先ほど言ったように、疑問行為はあるけれども、結核発生で未遂だという認定と区別するときに、この表現使いますね。観念できない。そもそも占有移転観念できないんだから。そうすると占有移転に向けられた行為だという評価ができないよと。甲の虚言等は A による処分行為を導く性質を有するもの、すなわち処分行為に向けられたものと評価することはできず、人を欺く行為に当たらないと。以上より A に対する詐欺罪は成立しないと。はい。だからこの事案ではこういうふうに処分行為観念できない。したがってこの嘘は処分行為に向けられたものと評価できないから、ね、実行行為性がない。詐欺罪としては。はい。ということになると。ところでですね、この結論については、参考判例、何番だっけ、参考判例3があってですね、アスタリスクの2つ目ちょっと見てください。参考判例3がですね、これ、昔の最高裁の判例なんですけれども、犯人の虚言を信じた被害者が、まあ、ちょっと似たような事案なんですね。虚言を信じた被害者が、現金入りの風呂敷包みを玄関に置いたまま、便所に行ったところ、その隙に犯人が現金を持ち去ったという事案でした。
はい、この事案で詐欺の成立を認めた、その原審、まあ、詐欺の成立を認めた原審を是認した最高裁判例というふうに、正確に言うとそういうふうに言うべきでしょうね。はい、しかしながらですね、この事案において被害者の先ほど分析したように意思に基づく占有の終局的移転というふうにやっぱ評価できない、終局的移転だというふうに評価することは困難であって、現在この判例の結論というのは支持されていません。またこの判例自身ですね、判事においてですね、まあ後で読んでいただきたいんですけれども、現判決が、被害者が被告人 X の判事欺罔手段に基づき、判事の現金を同被告人の自由に支配できる状態に置く意思で判事玄関上り口に置いたものと認定したことの当否は格別、ね、まあそれは置いておいて、まあ、現判決を破棄するには至らないかなって言っただけなので、積極的に終局的移転を、ね、認定した、ね、すなわち最高裁としても、ね、処分行為を積極的に認定したという判例というふうに位置づけて理解するべきではないだろうと言われています。まあ、この判例が出た当時は窃盗罪と詐欺罪の法定刑は全く同じだったんですよね。まあ、現在はご存知の通り窃盗罪は罰金刑がありますので、窃盗罪になると、ね、罰金の可能性が出るという点で、窃盗なのか詐欺なのかっていうのはそれなりにシビアな問題だけど、当時はそこまで意識されなかったということです。なので、まあ、だから現判決を破棄するには至りませんでしたよって言ったことを、ね、そういうことを述べたに過ぎない判例で、何かこれを先例として位置づけるというふうには理解されていないということを指摘しておきます。あともう一つ、アスタリスク3つ目ですけど、これに関連してもしかしたらですね、直近の最高裁判例を思い浮かべた受験生がいたかもしれない、というのは平成29年にね、最高裁詐欺の特殊詐欺についての最高裁が出ました。でこれを勉強していた受験生はこの事案と類似しているというふうにもしかしたら見たかもしれない、アスタリスクの3つ目ですけれども、公は段階的に嘘を重ねて、本件キャッシュカード等を領得しているということで、詐欺罪の実行の着手時期についての、まあ、最新判例、参考判例6ですね、はい、これを思い浮かべた受験生がいたかもしれません。でしかしながら、この判例はですね、あくまで、こういうふうに言ってるんですね、段階を踏んで嘘を重ねながら現金を交付させるための犯行計画を前提としてと。はい、まあ、この犯行計画を前提として、まあ、結論としては未だ被害者に現金交付を求める文言を述べていない段階の行為に詐欺罪の実行の着手を肯定したと、そういう判例でした。はい、だこの判例の特徴はだから公の犯行計画において A に財物を交付させる行為、ね、これがあればこの判例の射程に出てくるんだけど、本文はそれがない事案なんだよね。先ほども言ったように財物の交付というふうに評価できないので、ね、いわば本体としての欺罔行為がないわけです。この、最新判例、参考判例6は、本体としての欺罔行為をやるという計画があって、それに向けて段階的にこう嘘をついていったと。その本体としての欺罔行為の手前の段階で実行の着手があるぞって、こういう認定をしているわけで、本体としてのその財物移転に向けられた行為がない事案では、この判例の射程には入ってこないってことになりますよね。そもそも本文では本件キャッシュカード等の領得を、まあ、完遂しているから、まあ、実行の着手時期を問題とする実益に乏しいということも言えますけどね。なので、まあ、この判例を思い浮かべた、受験生がいたかもしれないですけれども、まあ、事案が異なっているぞということですね。で、まあ、しかもこの判例はその実行行為性ではなくて実行の着手時期の問題ですからね、はい、まあ、その点でも違うだろうと。さあで、最後に、最後のアスタリスク4つ目か、4つ目ですけど、まあ、なお一応感想としてですが、まあ、主に高齢者を狙って組織的に慣行される特殊詐欺犯罪の一類型として、まあ、本門のような犯行対応の事件というのは現実にしばしば発生していると、まあ、すり替え詐欺とかすり替え窃盗とかね言われますけど、その場合検挙されるのはほとんど受け取り役、受け子と呼ばれる役割です。で実際この類型の事件では警察からの送致段階から一
貫して詐欺罪ではなく窃盗罪で処理されているのが通例であり、まあ、これが現在の実務上の取り扱いというふうに言っていいでしょう。実際ですね、私もこの事案とほぼ変わらない事実関係の事件を実際に担当したことありますし、まあ、私の周りにいる弁護士も担当した話をよく聞きます。まあ、それぐらい今の現実社会でこう身近に起こっている、頻繁に起こっている犯罪現象ですね。まあ、司法試験も、いよいよ自治問題を出すようになったかというふうに思いましたけれども、で、まあ、この受け子ですね、受け取り役っていうのは少年であることがね、未成年であることもしばしばあってですね、少年事件の中でも近年かなり割合の増えている犯罪類型なんですね。で、ただこの類型の事案は一応弁護人としてもね、窃盗なのか詐欺なのかってことは検討するんですけれども、実際ね、先ほど見たように通常は送致の段階からもう最後までずっと罪名は窃盗罪です。で、もちろんね、その処分行為の解釈だとか認定次第では詐欺の可能性もないことはないんでしょうけど、まあ、実務家が、今の実務家がですね、その実務をやっている、こういう事件を日頃から触れている実務家がこの問題を見たら、これはもう当たり前のように窃盗にするっていう感覚だと思います。はい、ということを一言指摘して、じゃあ A に対する窃盗罪の成否ということにつながっていきますけど、まず他人の財物ですね、第2の1です。本件キャッシュカード等は A 名義の銀行口座から預金を引き出す際に用いるものであり、日常生活において一定の財産的価値を持つものと評価することができる。したがって A の占有保管する他人の財物に当たるというふうに、ここは簡単に認定してください。財物性も一応問題になり得るんでしょうけどね。まあ、カードと、まあ、封筒に入れたカードですから。ただ、まあ、明らかにメインではないので、もう端的にパッと認定すればそれでいいでしょう。で、次、窃取ですね。3ページ。上述の通り、A が本件キャッシュカード等を公に手渡し、一時的に玄関から離れた時点においても、本件キャッシュカード等に対する A の事実上の支配は失われていないと。ね、占有緩めただけで移転してないっていう認定をしましたので。でそうすると、これは反射的にこういう認定になるわけだ。公が本件キャッシュカード等を入れた封筒を自ら持参したショルダーバッグ内に隠し入れた上、そのまま A 方から持ち去った行為は、A の意思に反して、上記事実上の支配を侵奪したものであり、窃取に当たると。意思に反する占有移転ということですね。意思に基づく占有移転は認定できませんでしたので、反射的にこれは意思に反して、占有移転させたものという評価になりますよと。まあ、これがね、交付罪である詐欺罪とか恐喝罪と違う点ということになるわけね。で、まあ、厳密に考えると、これ、ショルダーバッグ内に隠し入れて、時点でもう既遂じゃないかなという気もしますけど、ただまあその上で持ち去ってるわけだから、既遂時期がどこかということは論じる実益がないので、まあね、そのまま持ち去ってるということまで現実にしている事案ですから、ショルダーバッグ内に入れた上で持ち去ったということでいいと思います。はい。で、次、故意および不法領得の意思ですが、まあ、これも問題ないのでパッと認定するだけです。公は上記各事実の認識任用に欠けるところはなく、また本件キャッシュカード等を用いて A 名義の預金口座から預金を引き出して現金を得る目的で上記窃取に及んだものであるから不法領得意思も認められると。パッとここは指摘するだけですね。はい。で、結論、以上より A に対する窃盗罪が成立するということでした。窃盗を認定すること自体は難しくないです。だから詐欺との区別というのがこの問題ではメインということになってくると。そしてですね、最後のアスタリスクですけど、3ページ。なお、本文は設問で、先ほどちょっと読んだときに強調したんだけど、A に対する在籍なんだよね。で、これ意味ありげにさ、この後、この持ち去った後にさ、これ事案を読むとさ、これいかにも意味ありげに、その後こうね、コンビニエンスストアに行って、このキャッシュカードを用いて、預金引き出そうとしました、だけどできませんでしたみたいな事実が続くから、ここは検討しなくていいのかっていうことは、受験生の頭によぎったと思います、当然ね。ただですね、A に対する在籍のみを論述することというふうに指定されているので、その後の ATM からこう現金を引き出そうとした行為というのはですね、これは B 銀行に対する窃盗ですよね。だから B 銀行に対する犯罪の成否をこう検討、論述するっていうことは、不要である、まあ、その必要はないということで、論述対象から除外するという趣旨なんだろうと思います。ご存知の通り、判例はね、
不正に入手したキャッシュカードを用いて ATM から現金を引き出す行為はこれ銀行に対する窃盗罪の成立を肯定していますのでね、これもし仮に銀行に対する関係でも犯罪の成否の検討を求められたら、ね、預金の占有とかさ、不能反論とか問題になりますけれどもですね、私もこれ実際最初答案構成したときは自分がね、普通にこれ銀行への窃盗罪検討してしまってました。で、まあ、預金の占有とか不能反論とかのね、もう典型論点が あるので、やはり目がいってしまうということはね、やむを得ないよね。で、まあ、正直また今年も不能犯かというふうに思いましたけど、で、まあ、いざ論述しようとして、まあ、私の場合だからこのレジュメを作成しようとして、いざ書き出そうとしたときに、もう一回説問をよく読んでみたら、A に対する在籍って書いてあったんですね。で、これ現場でどう判断するかですけど、まあ、受験生の心理としては、書かないの怖いなっていうふうに思う気持ちはよくわかります。非常に典型論点だしね、預金の占有とか、不能反論はね。ただこの窃盗罪の被害者は先ほども言ったように預金の占有者である銀行なわけで、これ固まった判例実務の取り扱いなんですよ。で、窃盗罪についてもね、こう究極的な被害者はそれは所有者なんだという、まあ、そういう理屈を立てれば A に対する犯罪だということで論述することはもちろん不可能ではないんでしょうけど、仮にそういう理屈でこの預金の引き出し行為の検討を求めることが出題趣旨だったとしたら、この設問の問い方、書き方ですね、この設問の問いかけ方、これは極めてミスリードということになりますね。完全にミスリードで非常に不適切な書き方と、ともすれば司法試験史上最大の悪問ということになってしまうかもしれませんね。やはりだからこれ、預金についての窃盗の検討は除外する趣旨だったというふうに素直に読むべきなんでしょうね。はい。じゃあなんでここ書いてあるのというね、ここ要するに設問1をここに持ってくればよかったじゃないかという気がするわけですけど、ね、その後の事情まで書いた上で設問1出してるから いかにも意味ありげじゃないですか。でこれよく読んでみると設問2と設問3がこう事案が分かれていくでしょ。設問2で事例1の事案に続けて以下の事実があったものとする、で設問2になって、で今度設問3は事例1の事実に続けて設問2の事実ではなく以下の事実があったものとするってなってるから、設問2と設問3でこう事案が分かれる、その分かれない分岐点のところまでは共通の事実っていう作りなんですよね。だからここまでは共通の事実にしたかったんですよ。おそらく設問2も設問3もここまでの事実は前提にしたかったんですよ。ただね、設問1をここに持ってきてしまうと設問2でも設問3でも両方この事実を書かなきゃいけなくなるから、あの素因数分解じゃないですけど、こう共通項をくくり出して、上に出したと、そういうことなんだと思いますよ、おそらくね。はい。まあこれ受験生としては確かに悩ましいなというのはお気持ちはよくわかる。はい。というのが設問1でした。次設問2じゃあ行きましょう。で設問2はですね、まあ、これ事後強盗罪の構造ということで、まあ、これ自体は非常に、まあ、典型論点で有名な、ね、論点ですし、論点として学習したことは多くの受験生はあっただろうというふうに思います。でその、ね、分岐点がどこにあるのかと、これはまずその事後強盗罪の材質についてね、身分判説を取るのか結合判説を取るのかというところから、まず最初の分岐点が出てくるわけですけれども、ちょっと論点の解説をパッとしちゃいますね。じゃあ、まあここに写している、まあ板書ですけれども、よいしょ。これ後日インターネット等でレックさんのホームページに掲載するようにしますので、今すぐメモ取らなくて、大丈夫ですよ。レジュメと一緒にこれもね、掲載するようにしますので。で、事後強盗罪の構造として、まあだから問題となってるね、問題状況ってのはこういう状況でさ、こうだけ窃盗をやって単独で、で、オツが途中で参加してきて、ここで共謀が成立したと。で、その後暴行脅迫を一緒にやってる、共同してやってると、こういう状況ですよね。で、この場合のオツってどうなるのっていうのが、問題の所在なわけですが、一つ目の考え方の結合判説を取ると、ね、事後強盗罪の実行行為というのは窃
とプラス暴行脅迫、これ両方とも実行行為で、2つの実行行為が結合したものだというふうに考えることになりますね。そうするとオツの立場というのはどうなるかというと、オツは実行行為の一部を共同した、途中から共同した、そういうやつになるわけですよね、オツは。はい、そこでオツの在籍を論じるのはどういう問題というか、どういう枠組みになるかというと、すなわちこれは参加前の行為、自分が参加する前の行為の責任を負うのかという問題だから、消去的共同正犯の問題になっていくということです。消去的共同正犯を肯定すれば事後強盗罪の共同正犯になるし、否定すれば暴行脅迫罪の共同正犯にとどまると、こういうふうに分かれていくと。ところで限定肯定説括弧と書きました。限定肯定説をちょっとこちら側に位置づけたので、ちょっとこの趣旨についてはまた後ほど説明します。一応そのね、判例の立場を限定肯定説だという理解を前提として、その判例の立場はどっちに位置づけられるんだろうっていうのが、結合判説を取った人からすると悩ましいというか検討しどころなんですけれども、ちょっとそれはまた後ほど解説しますね。一応筋道だけ今確認。次、身分判説を取ると、事後強盗罪の構造というのは、窃盗は身分で、実行行為が暴行脅迫と、ね、実行行為はこっちだけということになるから、オツの立場はどうなるかというと、これは実行行為の全部を共同したものということになって、途中から一部だけやったやつっていう話じゃないから、これは消去的共同正犯の問題にならないですね。ただし、オツは窃盗という身分を持っていないので、身分を欠くオツの在籍はどうなるんだ。これは共犯と身分の処理にかかってくるということになります。はい。で、まあ、65条についての一応判例の立場を前提としてね、申請身分犯については65条1項で、不申請身分犯については65条2項だと、その解釈を前提とすると、じゃあ、ね、この事後強盗罪が身分犯だとしたときに、どっちなんだっていうことで結論が分かれると。申請身分犯説であれば、65条1項適用で、事後強盗罪の共同正犯になるし、不申請身分犯だと考えれば、65条2項適用で、暴行脅迫の共同正犯にとどまるということになってと。はい。だから分岐点がどこで分岐点があるかっていうことを、ちょっと確認をまずしました。はい、なので、だからこの問題はですね、結局今言ったように、まず事後強盗罪の罪質について身分判説なのか結合判説なのかが最初の分かれ道。その後身分判説は不申請身分判説なのか、申請身分判説なのかが分かれ道と。で、結合判説はその後消去的共同正犯肯定説なのか否定説なのかが分かれ道と。限定肯定説の位置づけはちょっと後ほど述べますが。はい、でこれらの、まあ、考え方の組み合わせで証文1の結論に分類するか、証文2の結論に分類するかを分けていくってことになります。まずレジュメではですね、一番シンプルな組み合わせで4つですね、各証文2つずつ組み合わせで記載をしています。ちょっとそれをレジュメの方を確認しますか。レジュメの1番、身分判説プラス申請身分判説っていうのはこれですね、身分判説プラス申請身分判説、これ、が1番です。で見てください、括弧1番、事後強盗罪を窃盗犯人という身分を有する者を主体とする身分犯であると解すると、まあ、これ身分判説ね、脅迫行為のみに共謀加担したオツは本罪の実行行為の全部を公と共同したものであると。ただし窃盗犯人たる身分を欠く者となる、共犯と身分の処理。そして括弧2番、65条について同条1項は申請身分犯の成立と仮定、同条2項は不申請身分犯の成立と仮定を規定したものと解し、かつ同条の共犯、鍵括弧共犯には共同正犯も含まれると解することを前提とすると、まあ、これが一応判例の立場とされています。本罪を申請身分犯と捉えた場合、申請身分犯説オツには65条1項事後の適用により事後強盗の共同正犯になるよと、はい、これが一つ目の説明ですね。で、二つ目の説明、4ページ。これは結合判説プラス消去的共同正犯肯定説。結合判説プラス、だから、これですね、結合判説プラス肯定説。これでこの結論に持っていく説明です。でちょっと見てみます。括弧1、事後強盗罪を
窃盗行為と暴行脅迫行為とが一体となった結合犯であると解すると、はい、これが結合犯説ですね。でオツは、本罪の実行行為の一部につき途中から加工したものであり、共謀方前の行による窃盗行為の責任を負うか否かが問題となる。承継的共同正犯の成否の問題です。括弧2番、承継的共同正犯について犯罪共同説を強調する立場から、先行者の実行の着手から後行者の関与後の行為まで犯罪全体が不可分一体の構成要件の実現である以上、後行者は先行者による行為及びその結果についても全面的に共犯として責任を負うべきであると解すると、まあこれが全面肯定説。オツには共謀加担前の行の窃盗行為についても帰責され、事後強盗の罪の共同正犯が成立することになります。ただしこの立場一点だけ指摘しておきます。この承継的共同正犯肯定説ね、全面肯定説ね、でこの犯罪共同説を強調する立場からというふうに書きましたが、ご存知の通り判例は、まあ、あのシャクティ事件以降ですね、部分的犯罪共同説であるというふうに言われていて、この立場が全、その犯罪共同説を強調する立場と、その完全犯罪共同説ですね、いわゆる完全な罪名従属性と、だから公と乙は完全に罪名が一致してなきゃいけないんだと、その説明からですね、すなわち今言ったように共同正犯は罪名が一致してないといけないから、だから承継的共同正犯は肯定されるんだと、この説明はもう説得力がないと言わざるを得ないですね。学説もこの立場の論者もうほぼいないと言っていいと思います。だからね、ちょっと難ありですね、この説明は。じゃあ次、第2、脅迫罪の限度で共同正犯が成立するとの立場からの説明と、証文丸2の方の立場です。でその一つ目は身分判説プラス不申請身分判説ですね。だから身分判説プラス不申請身分判説、この立場から持っていくと。で見てみると、事後強盗罪を身分犯と解した上で暴行脅迫を基本犯とする過重類型であると捉えると、これが不申請身分判説ですね。65条については上記第1の括弧2の解釈を前提として、まあ、先ほど言った65条の解釈論を前提とすると、オツには65条2項の適用により脅迫罪が成立し、罪名が異なる共同正犯者間においては構成要件が重なり合う限度で共同正犯が成立すると解すると、まあ、これ先ほど言った部分的犯罪共同説ですけれども、この立場を前提とすると、オツには脅迫罪の限度で共同正犯が成立することになるよと。はい、でこれも1点だけ指摘しておきます。65条について上記第 1の括弧2の解釈を前提としてというふうに書きましたけど、一応これがですね、65条についての解釈論は判例の立場はこれだというふうに言われてますけれども、この65条の解釈次第では不申請身分判説に立っても結論が変わる可能性はあるということを一応指摘しておきます。5ページのアスタリスク1つ目かな。事後強盗罪の構造については、これを明示的に明確に判事した最高裁判例というのはないんですけれども、下級審の裁判例、まあ、参考判例7とか8に掲載しておきましたが、もういずれもこれは、ね、本罪が身分犯であることを前提として65条を適用していますと。で65条について先ほどの解釈論ですね、上記第 1の括弧2の解釈論、すなわち65条1項は申請身分犯、2項不申請身分犯、こういう解釈論、まあ、これは判例の立場だというふうに一応言えるんですが、参考判例9ですね。でただこれとは異なり、同条1項は申請身分犯及び不申請身分犯についての共犯の成立の規定です。同条2項は不申請身分犯について特に過刑を定めた規定ですって、こういう解釈もありますよね。はい、この65条の、まあ、学説からの解釈論を前提とすると、本罪を不申請身分犯であるというふうに捉える立場に立った場合でも、オツには65条1項により事後強盗の罪の共同正犯が成立して、同条2項によって脅迫罪の刑が科されると、こういう処理になります。だから65条2項の解釈次第では、ね、犯罪の成立は事後強盗の罪の共同正犯になるから、
結論としては証文丸一の立場に分類されるという可能性はあるということだね。参考判例8がこの理論構成をね、実は採用している下級審の裁判例です。まあ、後ほど見ておいていただきたいんですけど、この説明をするんだったら証文丸一の立場になるから、不審性身分判説もね。だからまあ、この、さらに分岐があるということですね。申請身分判説に立つか、不審性身分判説に立つか、ここで分岐があって、その後さらに65条についてどういう解釈をするかと、判例と同じ立場に立つか、こういう学説の立場に立つかで、さらに分岐して結論を分かれていくと。ちょっとこのレジュメにはそこまで、この板書にはそこまでね、書いてないですけど、ややこしくなるので。はい、ということは一応指摘しておきました。で、次、身分判説はこれでよくて、で、4ページ戻って、証文丸二の立場2つ目は、結合判説プラス、承継的共同正犯限定肯定説、または否定説。先ほどのこれですね。結合判説に立った上で、否定説、または限定肯定説。この立場からの論述と。事後強盗罪を結合犯と解した上で、承継的共同正犯について、因果的共犯論を強調する立場。から高校者が共謀方前の先行者の行為の効果を利用することによって犯罪の結果について因果関係を持った場合に限り犯罪全体について共同正犯が成立すると解する、まあ、これ限定肯定説です。まあ、判例の立場ですね。はい、このように解すると、オツが公による窃盗行為の効果を利用したと認めるのは困難であるから、オツは共謀加担後の脅迫行為についてのみ責任を負うことになり、まあ、先ほどの部分的犯罪共同説を前提として、オツには脅迫罪の限度で共同正犯が成立すると。はい、このね、因果的共犯論を強調する立場からと、ここですね。今年の刑法では実は唯一この部分だけ先例となる最高裁判例が存在したと言っていいでしょう。まあ、比較的近似の 最高裁の判例ですよね。参考判例にも付けておきましたが、まあ、因果的共犯論の観点から、まあ、原則として承継的共同正犯は否定されると。ただし、まあ、千葉補足意見がついていて、補足意見から一部例外的に肯定できる余地があると、まあ、そういう類型があるというような立場であろうと言われています。はい、じゃあ、この、判例の立場に立ってね、判例の立場に立って、参考判例10かな、参考判例10の立場に立って、本文を見た場合どうかと。で、このレジュメでは、否定、承継的共同正犯否定の方ですね、証文丸二の立場に分類しました。まあ、判例の立場からも限定的に肯定できる場合には本文は当たらないだろうというふうに考えました。アスタリスクのですね、3つ目をちょっと見てください。5ページ。結合判説は、上記の通り、承継的共同正犯の成否を問題としますが、参考判例10はですね、因果的共犯論の立場を強調し、共謀加担前に先行者がすでに生じさせていた法益侵害結果について、被告人の共謀及びそれに基づく行為がこれと因果関係を有することはないと判事した。共謀加担前の先行者の行為及び結果の高校者への帰責を原則として否定していると。はい、この判例によれば、本文においてね、オツの共謀及びそれに基づく脅迫行為ですけれども、これが共謀加担前の行の窃盗行為ですね。窃盗行為による法益侵害と因果関係を有すると評価するのは難しいだろうというふうに思います。とりわけ本文はですね、行による窃盗が未遂ですよね。ですから、その後のオツの脅迫行為が、すでに領得した財物の確保という点に、因果関係を有したと評価する余地もないというふうに書きましたけれども、これ、ちょっと考えると、仮にね、先行した行の行為が窃盗既遂であれば、それはオツの行為によって、行が領得した財物を確保できたと。最終的に財物の領得というね、法益侵害結果について、オツの行為はそれなりに寄与したぞっていうふうにもしかしたら見る余地が出るかもしれない。まあ、二項強盗みたいな考え方でね、その返還免れるというところに因果関係を持っていると。これが先行する窃盗がもし既遂であればね、もう財物を取ってれば、ただ本文取ってないんですよね。未遂なんだよね。だから、オツが何かしたとしても、それが行の窃盗
盗に対、窃盗についての法益侵害結果に何らかの寄与をすると、あるいは、因果関係を持ったというふうに評価する余地は本文では少なくともないだろうというふうに思いました。はい、まあ、その限定肯定説から検討するとどうなのかっていうのは、これはなかなか、ね、悩ましい問題かなというふうに思いますけれども、一応そういうふうにこのレジュメでは整理しておきました。で、あと、まあ、アスタリスクはちょっと細かいこと書いてますけど、5ページ。二つ目のアスタリスクは、まあ、これはね、身分判説からのバリエーションの一つでね、身分判説は、先ほど言った二つの見解の他にもですね、財物の取り返しを防ぐ目的の場合は、65条1項の公正的身分。逮捕を免れ、財籍を隠滅する目的の場合は、65条2項の加減的身分として、まあ、事後強盗を場合分けして、公正的身分になる場合と加減的身分になる場合を分けるという、ね、複合的身分判説、まあ、こういうのもあります。まあ、この見解によると本門は逮捕を免れる目的だから、公の窃盗の身分は65条2項の適用ということになるんでしょうけれども、まあ、でもこの細かい学説を書く人いないと思うので、まあ、これ参考程度に。あともう一つアスタリスク4つ目ですけど、今度こっちは結合判説からのバリエーションですが、承継的共同正犯否定説の中でね、結合判説を取って承継的共同正犯を否定するという説を取った上で、その上でですね、高校者の行為が共謀加担前の先行者の行為も含めた単一不可分の構成要件の実現に役立っていると評価でき、その限りで法助犯の因果性は肯定しうるとして、承継的従犯の限度で犯罪結果の軌跡を肯定する見解と、まあ、これはだから承継的共同正犯否定説かつ承継的従犯肯定説ということになるんでしょうけれども、はい、でこの見解によれば本門のオツは、ね、脅迫罪の限度で公と共同正犯が成立し、同時に事後強盗罪の公への法助犯が成立することになります。両罪が関連的競合として処理されると。まあ、結合判説に立つ場合ね、この見解を自らの見解というふうにして論述するという答案構成もありだとは思いますけど、この説はそれなりに説得力高いかなというふうに思ってます。まあ、我が師匠である高橋則夫教授の考え方ですけれども、ただまあ本番の司法試験でね、そんな攻めの答案はなかなか作れませんので、まあ、これも参考程度にと、説得力はありますけどね。ということで、最後のアスタリスクまとめですけど、以上のように本門は、まあ、事後強盗罪の構造とか、共犯と身分の処理だとか、あるいは承継的共同正犯の成否と、ね、そこから先さらには、ね、65条の解釈とかね、因果的共犯論、あるいは犯罪共同説、部分的犯罪共同説とか、まあ、いろいろな構成要素の組み合わせでですね、まあ、いかなる立場から説明するかによって、さまざまな説明のバリエーションというのが出てくるんですよね。ただ、一応レジュメだからいろいろ書きましたけど、これはね、本門は異なる結論を導くそれぞれの理論構成を説明させる趣旨の問題。だから小問丸1の結論と小問丸2の結論、別々の結論に向かわせると、ね、そういう趣旨の説問なので、一つの結論、同一の結論を導く複数の理論構成を比較検討しろと、そういう趣旨の問題ではないです。まあ、ちなみに説問3がその趣旨の問題でしたけど、ね、これは後で解説しますが、したがって小問丸1丸2、ね、それぞれの立場については、各々の結論を導く立場を立場というか、各々の結論を導く理論構成を一つ説明すればそれで足りると、ね、まあ、いろんなバリエーションで組み合わせは考えられるけど、一つ説明すればそれで足ります。でその上で自らの見解で、これは丸1丸2で記載した立場に限られないということで、ね、その上で自らの見解を示して最終的なオツの在籍を検討すると、はい、まあ、それが本門の出題趣旨だったんだろうというふうに思います。ということで、一応その考え方を整理しましたので、丸1の立場と丸2の立場、どういうものがあり得るかっていうのを整理しましたので、で、最後に第3、ね、これ自らの見解ということで検討していきます。ね、これ最終的には、オツの在籍検討しなきゃいけないからね、そこも注意ですよ。これ毎年これ、設問形式の時は、注意してるんですけれども、これ正問答えただけで終わりにしちゃうとですね、一安心ってなっちゃうと、ね、それだけじゃ足りないと。ね、危ない危ないと。これ最終的に聞いてるのは、オツの在籍を自分が検討しなきゃいけないですからね。これを検討する上で、この丸1丸2に言及しろっていう問題の作りになっているわけですので、ね、ちゃんとオツの在籍を検討しないと問題に答え切ったことにならないので、これは要注意。で、
第3見てください。 C に対する事後強盗罪の公との共同正犯の成否としました。自らの見解をどれにするかで、これは書きやすい見解でいいんですよ別に、正解がないですので、最高裁もないですので、で一応言って、あの感想として述べておくと、財産犯ですから事後強盗罪はあくまでだから、窃盗、その財産犯としての法益侵害の中核を担う窃盗をですね、身分と位置づける身分判説、これはやはり不自然です。論理性あるいは説得力の観点からすると、結合判説の方がに軍配が上がるというふうに思います。が、しかし答案の書きやすさとかね、理解しやすさ、処理のしやすさの観点からは身分判説の方に軍配が上がるかなと思います。先ほど言った承継的共同正犯の問題っていうのがちょっとややこしい問題に突入することになるので、結合判説取るとね、いずれにしてもね、さっきも言ったけど最高裁判例がないところですので、受験戦略としてはですね、どっちでもいいんだけど、書きやすい身分判説の方がおすすめですということにはなるのかなと。だからこのレジュメでは身分判説で申請身分判説からの検討を前提として記載しました。で見ていきましょう。まず共謀の認定ですね。オツは友人である甲が定員 C と揉めている様子を見て、甲が商品をショルダーバッグ内に盗み入れたものというふうに誤認したと。甲は上記オツの誤認を認識しつつ、オツが事故の逃走に協力してくれるものと期待して、こいつを何とかしてくれと言った。甲の依頼ですね、これが甲の依頼。そしてこの甲の依頼に対して、オツは甲が摂取した商品が取り返されることを防ぐべく口述する C に対する脅迫行為に及んだと。これ微妙にオツの認識ずれてんだよね、若干ずれてて、この錯誤が気になったっていう人もしかしたらいたかもしれないですが、一応意思連絡としてはこういう認定です。6ページ、上記甲の依頼にオツが応じた時点で、甲及びオツは窃盗犯人である甲が被害者による財物の取り返しを防ぎ、または逮捕を免脱するために、これまたはにしときます、ちょっと認識ずれてるので、認識ずれてるけど、いずれにしても事後強盗罪の目的を持ってっていう部分では共通するので、またはにしておきました。オツにおいて被害者に対しその犯行を抑圧する程度の暴行または脅迫を加えることについて、相互に認識任用した上で、その旨の目次的な意思連絡を遂げたものと認められると、こういうふうに共謀認定しておきました。で、認識のずれの部分は錯誤なので、故意のところで少し問題にする余地はあるかもしれないけれども、それは後ほどということで、共謀はこれで認定しておいて、で、窃盗、身分ですね。甲は ATM から現金を引き出そうとし、窃盗の実行に着手したもの。だから窃盗に当たると。事後強盗罪の構成要件である窃盗は、窃盗の実行に着手したものという意味だからね。窃盗未遂犯人ももちろん含みますからね。はい、でちょっと注意しなきゃいけないのは、ここでね、この身分の認定のところで65条を論じないでください。ここで65条の共犯と身分の処理を論じるのは誤りですので、いいかな、これちょっと後ほどまたアスタリスクで書いたよね、書いてなかったか、ちょっと後ほどまた共犯と身分のところ言及するので、その時にまた言いますけど、この2番の身分の認定のところで65条を用いるのは誤りですからね。で次、3、財物を得て、これを取り返されることを防ぎ、そして逮捕を免れ、これ目的ずれてるので、相互に認定しましたけど、甲には、C による逮捕を免れる目的があり、オツには、窃盗犯人である甲が財物を取り返されることを防ぐ目的があるから、おのおの238条所定の目的があると。で次、共謀に基づく脅迫、実行行為ですね。ちなみにですね、これ事後強盗になると、途端にですね、犯行抑圧の認定を忘れがちなので、これ注意してくださいね。いいですね。強盗である以上は犯行抑圧するに足りる程度っていう認定が必要ですよ。あともう一つは書かれざる構成要件としての窃盗の機械性ですね。これ地味だけど、これ忘れがちなので、要注意ね。まず犯行抑圧。上記共謀に基づいて、オツが C に対し処刑のナイフを示しながら、話せぶっ殺すぞと申し向けた行為は、刃体の長さが約10センチメートルもの十分な殺傷力のあるナイフを用法上の凶器として用いて、相手方の生命に危害を加える姿勢を示すものでありと。殺すぞと言ってますから、生命に対する害悪の告知ですよね。
相手方の犯行抑圧に足りる程度の挙動による脅迫で認定しました。まあ、ナイフ持ちながら、ね脅すということですね。で次、窃盗の機会ですけど、まあ、窃盗の機会もこれさらっと認定すればそれでおしまいですけどね、上記の脅迫はオツが窃盗の実行に着手した直後に同一現場において行われたものであるから窃盗の機会継続中に行われたものと認められると、ね、ここも本物の事実関係ではほぼ問題とならないでしょう。ただ認定は忘れないでねということです。で既遂時期、これねちょっと既遂時期は議論した方がいいなと、未遂の事案なので、本罪は強盗として論ずるとなっていますので、強盗罪は財物取得時に既遂に達するということから、本罪においても財物取得時である取得時節ですね。すなわち窃盗が既遂に達した時点で既遂となる、本罪が既遂となると。はい、これが判例の立場です。したがって本門は、こうはね、財物である ATM 内の現金を取得していないので、未遂なんだよね。本罪は未遂にとどまると。で、7ページの一番上のアスタリスクですけど、ここはですね、事後強盗罪のこの既遂未遂の基準については、これ窃盗の既遂未遂を基準とするというのは今言ったように判例の立場なんですけど、参考判例11を見ておいてください。ただこの立場は実は窃盗行為を本罪の実行行為とは捉えない身分判説の立場とは整合しないとの批判があります。ここはですね、身分判説最大の弱点と言わざるを得ないでしょう。しかも本門は未遂の事案だから、この弱点がもろに顕在化するということなんですよね。この論理矛盾が気になる人はやっぱり結合判説で書く方が頭の中すっきりするっていうことなのかもしれないんですけれども、実行行為じゃないわけですよね、窃盗は。でしかし、窃盗が既遂になったら既遂と、窃盗が未遂だったら未遂と、既遂未遂の判断基準は窃盗にあると、はい、やはりその説明は整合していないということにならざるを得ない。他方で、暴行脅迫が行われれば窃盗が未遂であっても本罪が既遂に達するというふうに、その暴行脅迫を基準に考えちゃうと、ね、もう暴行脅迫をやった時点で既遂だということになると、ね、もう実際には本罪の未遂が成立する余地っていうのはなくなるでしょう、ほぼ。じゃあそこでね、どこで既遂未遂を判断すればいいんだということになるわけですけど、ね、まあ本罪を身分犯と位置づけながら、窃盗が既遂の場合でも暴行脅迫が功を奏せず最終的に財物が取り返されてしまったときは本罪は未遂になるんだという見解、すなわち結果的に最終的に財物を領得したか否か、これを基準とするべきだ、まあ、そういう見解も主張されてますけれどもね。はい、まあ、いずれにしろ、まあ、ここのところを深く突っ込んで書いても、まあ、そこまでって感じだとは思うので、こういう問題があるので一応既遂未遂については注意して認定はした方がいいとは思いますけどね。まあ、いずれにしろ未遂なんだけどね、もともと物が取れてないから、物が取れてなくて、ね、一旦取ったものを取り返されちゃったみたいな話でもないですし、この見解を主張することによる実益というのが何かあるわけではないですけどね。はい、ということを一応、まあ、勉強としては、ね、勉強のためにという意味で指摘しておきました。で次、故意ですけど、これはねちょっと気になった人はいたかもしれないね。オツは故による窃盗の客体が商品万引きしたんだというふうに認識していると。でしかも同罪は既遂に達していると、もうやった後だというふうに認識していると。実際は ATM 内の現金を引き出そうとした未遂なんだよね。はい、現実に発生した事実と行為者が認識した事実とが法定の範囲内で一致すれば足りるという法定的不合説の立場からすると、まあ、ATM 内の現金なの、客体が、ね、ATM 内の現金なのか、それともコンビニエンスストアの商品なのかっていうのは、ね、具体的事実の錯誤ですよね。そして、既遂か未遂かのところですけど、まあうん、まあ、あんまりこれ厳密に、ガチャガチャ議論してもそんな実績ないかなと思うんですけど、このオツの認識が食い違ってる点についてね、もしかしたら気になる人いたかもしれないので一応言っておくとね、今言ったように客体の認識の部分は具体的事実の錯誤で、じゃあ既遂と認識している部分はどうかと。でここは既遂の構成要件と未遂の構成要件は別の構成要件ですよっていう説明をする立場からは抽象的事実の錯誤にはなるんですね、一応ね、アスタリスクか。
乙が窃盗を既遂と認識している点については、既遂構成要件と未遂構成要件は別個の構成要件、故意の認識対象となる事実が異なっていると、まあ、こう考えると、抽象的事実の錯誤、だから重なり合いを検討した上で、ね、まあ、既遂犯の故意を未遂犯の故意を包摂するということで、重なり合う範囲で未遂についての故意を認めると。ということにね、まあ、事実の錯誤の処理をするということになるんでしょうけどね、厳密に考えると。ただまあ、抽象的事実の錯誤と捉えることもできなくはないぐらいな話で、いずれにしろ全体のバランスとの関係で見れば、さまつな問題であって大展開する話ではないです。本文に関しては。ということでまあ結論しか書いてません。ATM 内の現金を客体とする事後強盗未遂罪についての故意は認められるということですね。まあ、これを構成要件的に重なり合う未遂罪の限度で故意が認められると、まあ、こういう書き方をしてもいいですけれども、まあ、あまり実益のある話でもないのでね、これぐらいでいいです。で、最後、共犯と身分、最後です、ここですね、ここで論じるということです。先ほどもちょっと言いました、共犯と身分の問題を論じる位置については気をつけてください。当該身分構成要件の認定の部分で論じるのは不適切。先ほどのね、このレジュメで言うと2番のところだな、6ページの2番、ここで65条の適用を論じるのは不適切です。なぜなら、あくまで実行行為について共犯として記載されることを前提に65条は適用されるので、実行行為の記載要件を満たすことが前提で65条の問題になるわけで、だから、オツは結局、共謀に基づく実行行為の責任を負うと、これを前提として、でも身分書いてるけどどうなのって、こういう問題提起をするべきなんですよね。最後に身分を書いてる点についてどう処理をするのかを問題提起すると。必ず書く位置は最後になるはず。本文で言えば、共謀に基づいて実行行為である脅迫が行われたって、ここを認定した上で、ね、すなわち、その脅迫行為がオツに記載されるんだと、共犯として。これを前提として、窃盗の身分を書くオツの、在籍は最終的にどうなるんですかっていうことが問題提起されると。その65条を適用すると、ね、オツが身分がないけれども、オツの身分構成要件が充足できると、そういうものではないんですね。オツは身分者ではない。しかし65条1個を適用すると、鍵括弧窃盗の身分に当たると、こういう認定をするわけではないので、あくまでも実行行為が記載されているという前提で、だから共犯としての責任を負うという前提、そこまでの認定をしなきゃいけないと、まずは。共犯としてオツに記載されるという認定をした上で、最後に身分を確定を問題にすると。はい。これが共犯と身分の問題提起の仕方になります。7ページ。最も本罪は窃盗犯人であることを身分とする身分犯であるところを、オツは窃盗の身分を書くことから、本罪の共同正犯が成立するか否かが問題となると。ここで、申請身分犯説を解釈論展開しておきます。本罪は財産犯であるから、暴行脅迫罪を基本犯とする過重類型と解するのは妥当ではないと。窃盗犯人という身分によって構成すべき犯罪、65条1項であるというふうに解すると。また、申請身分犯においても、非身分者は身分者と共同して違法な法益侵害結果を邪気することは可能であるから、同項の鍵括弧共犯には共同正犯も含まれると解すると。まあ、ここで解釈論を展開して、オツには65条1項により事後強盗未遂罪の共同正犯が成立するというのが結論です。いいですね、結論。以上により、まあ、B 銀行に対する窃盗未遂について、C に対する事後強盗未遂罪の控訴の共同正犯が成立すると。まあ、ちょっと詳しく書くと、事後強盗って被害者特定するのが実は難しくて、窃盗の被害者と暴行脅迫の被害者がずれるっていう現象が起きるんですね。なので、これずれてるときは一応正確に示すためには両方の被害者を特定するということが一番厳密な特定の仕方だと思いますので、まあ一応こういうふうに書きました。C 銀行に、ごめんなさい。B 銀行に対する窃盗未遂について、C に対する事後強盗未遂の控訴の共同正犯。はい、ということです。まあちょっといろんな説明というかね、立場からのバリエーション、説明のバリエーションが考えられるので、まあ一応このレジュメでは想定できるそのバリエーションというかね、学説の組み合わせを一応こう列挙して皆さんに解説したつもりですけれども、まあご自身は書きやすいものを書けばよかったということだと思います。で、それに対して設問3なんですね。これはまたリクエストしている方向性が違うので、次設問3いきますけど、
設問さんは、これは先ほどちょっと問題文を読み上げましたけど、同一の結論を導く複数の理論構成を要求していると。いいですよね。おのおのの説明の難点はどこにあるかと聞いてるから、説明は複数個あることが前提なんだよね、この聞き方は。だから1個示すだけ、自分が考える説1個示すだけじゃダメってことですよね。で、論点自体はいわゆる防衛行為と第三者というね、まあ、これまた有名かつ典型的な論点です。で、まあ、この論点の対策としてはね、多くの受験生が、まあ、準備していたところだろうと思いますし、まあ、護送防衛の一種という言い方をね、した、まあ、そういうふうに述べた下級審裁判例があるということも多くの受験生は知識として持ってたんじゃないかなと思います。ただ今言ったように、設問の問い方に注意が必要で、本問ではこれ、乙の在、ごめんなさい、兵か、兵の在籍を論じようってなってるわけじゃなくてね、兵が在籍を負わないという結論を導いてくださいと。で、この結論を導くための複数の理論構成を想定して、その難点を述べてくださいと。そういうリクエストなんですね。で、まあ、反対説書いて、それを批判して、自説を展開して、といわゆる論証パターン。で、これはですね、昔の旧司法試験の時代には、非常に流行したんですけど、現行の司法試験になってからは基本的にそういう答案書かなくなった、そういう論証をする必要はなくなったんですよね。答案上でそういう場面は、そういう論述を展開する場面はなくなったんですよね。ただ、なんていうか、勉強の方向性としてね、一つの筋道を理解する際に、他の筋道の問題点を把握すると。で、合わせて自分、自説の問題点も把握すると。どこで分岐するのか、さっきの事後強盗罪のところもそうでしたけれども、はい、だから他の考え方も把握した上で自説の理解を深めていくと。まあ、こういう学習は、ね、いずれにしろそういう学習はしておく必要があってね。さっきも言ったように考え方の分岐がどうして、どこで、どうして生じているのかっていうのをきちんと把握していくことが当該論点の正確かつ厳密な理解につながるわけですから、なので、まあ、こういう設問の問い方になったからって、基本的に皆さんがやるべき学習態度というか、学習方法が、ね、根本的に変わるっていう話ではないんですよ。はい。で、まずじゃあ、ちょっとこれも論点的に把握をしておこうということで、試行過程を、また板書で示しますけど、いわゆる防衛行為と第三者という論点はどういうふうに考えるのかということですが、これ構成要件段階、違法性段階、責任段階でそれぞれね、この体系順に従ってこうね検討していくと。で、まず構成要件段階では、客観的には D に対する暴行に該当しているものが、ね、主観的には公に対する暴行に当たる事実の認識だから、具体的事実の錯誤、方法の錯誤、これをどう処理するのかという問題ですよね。で、具体的不合説、構成要件該当事実の錯誤について、具体的不合説に立つと故意阻却されて、あとは過失犯の問題が残るだけと。法定的不合説に立つと、公に対する、暴行の認識なんだけれども、ね、D に対する暴行の故意が認められるということになって、違法性の話に進んでいくと。はい。で、次、違法性レベルでですけれども、まあ、これもちょっとフローチャート的にやりましたけど、そもそも緊急行為なのかってことですね。違法性阻却の余地がそもそもあるのかと。で、まあ、それがあるとなると、じゃあ正当防衛成立しますかと。正当防衛が成立するとなったら、そこで犯罪不成立。だけど、正当防衛の成立要件検討しても、不正の侵害がないじゃないかと。D は不正の侵害してないでしょうと。いうことになると、正当防衛の成立の余地はないから、今度は緊急避難の検討と。緊急避難が成立するんだったら犯罪不成立。しかし、今度緊急避難の要件を検討してみると、補充性認定するのはなかなか難しいな、ということになると、ね、要件満たさないから、そうすると違法ということになって、次責任のレベル。責任のレベルでは何が問題になるかというと、今度は正当防衛状況を認識していると。つまり、主観面では正当防衛のつもりでやってるじゃないかと。はい。違法性阻却事由の錯誤。これが護送防衛。違法性を基礎づける事実の認識があるのかないのかを検討し、違法性を基礎づける事実の認識がなければ過失犯、違法性を基礎づける事実の認識があるんだったら故意犯成立と、はい、まあ、これが思考の流れです。今ざっと説明しましたけど、まあ、論点解説が今日のメインじゃないので、
この辺の、ね、論点の復習という意味では、ねきちんとやっておいていただきたいですけれども、こう各段階ごとに、順を追って、検討していくと。でただこれをやることを求めているわけではなくて、本文は、ね、一定の結論を導く複数の考え方を比較検討させてますから、だからこれ責任を負わないとする、ね説を、だからここで例えば具体的符号説、正当防衛説、緊急避難説、そして護送防衛説と、おのおの責任を負わないという方向性で、その説を、理論構成を説明した上で、その難点を指摘していくって、こういうふうに答案を書かなきゃいけないのね。ちょっとリクエストしている内容が従来の問題とは違うということですね。はい。で、ちょっと注意点として、まずアスタリスク先に見ちゃうんですが、10ページ。本文は、丙が D の傷害結果に関する刑事責任を負わないという結論を導く理論構成、およびその難点を論述させるものですが、問題文に各々の説明と書いてありますから、先ほど言ったようにね、この結論を導く理論構成を複数挙げた上で比較検討する視点が求められています。想定される理論構成としては大きく分けて、違法性阻却事由ですね、正当防衛または緊急避難を認めて違法性を阻却するという構成、このレジュメでは説明2と3ですね、と錯誤論ですね、方法の錯誤または護送防衛により故意を阻却するという構成、このレジュメでは説明1と4、それぞれ後ほど説明しますけど、まあ、この2つの方向性でしょうね、違法性阻却なのか故意阻却なのかと。もっとも後者の構成によれば、すなわち故意を阻却すると述べる、護送防衛説あるいは具体的符号説ですね、故意を阻却するという結論を取った場合には過失犯成立の余地が残りますよと、ここちょっと要注意ですね。傷害結果に関する刑事責任を負わないというこの結論に行き着くためには、さらに過失犯の成立、過失犯の成否を検討した上でね、その成立をも否定する必要が出てくるので、はい、ここが厄介っちゃ厄介ですね。これ過失犯成立しちゃったら設問のリクエストに答えたことにならないんでしょうね、そういう趣旨なんでしょうね。傷害結果に関する刑事責任を負わないとするには、だから負わないだから、ね、故意犯として負わないだけじゃなくて過失責任も負わないとしないといけないんでしょう。はい、というのが一応前置きで、じゃあ見ていきましょう。まず説明1です、8ページ戻って、まず構成要件該当事実の認識を書くと、構成要件的故意を書くという、ね、方法の錯誤を論じますと、括弧1、丙がボトルワインを投げつけ D の頭部に直撃させ、よって同人に過料3週間を要する頭部裂傷の外傷、傷害を負わせた行為、まあ、以下丙の暴行と言いますが、はい、これは客観的にはD に対する傷害罪に当たると。錯誤論を論じる場合は必ず客観面からですからね。客観的には D に対する傷害に当たると。まずここを確認してください。もっとも、括弧2番、もっとも、丙は項に向かってボトルワインを投げたものであり、主観的には D に対する暴行の認識を書くと。これが方法の錯誤ですね。はい。で、ここでだから、故意阻却の結論に向かう、論述をしないといけないので、まあ、あんまり書くことがないんだけど具体的符号説を展開していくと、従来型の問題であればほぼ書かないであろう具体的符号説をここで展開していく。犯罪の故意があるとするには罪となるべき事実の認識を書くとするものであるが、犯人が認識した罪となるべき事実と現実に発生した事実とが法定の範囲内において一致する、法定の範囲内において一致することをもって足りると。ただし上記の法定の範囲内の符号であるか否かは法益主体被害者の個別性具体性を考慮に入れて検討する、判断するべきである、はい、これがいわゆる具体的符号説、まあ、純粋具体的符号説ではなくてこれ、正確には具体的法定符号説というものですね、まあ、これがいわゆる具体的符号説です。現在の具体的符号説はの論者はこれですので、昔ながらの純粋具体的符号説の論者というのはほとんどいなくて、今現在の具体的符号説、具体的符号説というのはこの説のことを言いますから、具体的法定符号説、すなわち法定の範囲内で一致することをもって足りるって
判例のね、あの文言はそこまではいいんですよ。そこまでは共通なんですよ、考え方としては。だけどその法定の範囲内かの判断の仕方が違うと、ね、被害者の個別性というのは考慮に入れるから、A に対する暴行の行為と D に対する暴行の行為は別物だと判断しなきゃダメだというのが具体的不合説の考え方です。いいですね。だから方法の錯誤の場合は行為を阻却すると、まあ、ちなみにちょっと論点解説をもう少し詳しくすると、客体の錯誤の場合どうなるんでしたっけ、まあ、あんま本物関係ないからこれやってもしょうがないんですけど、狙った人を、ね、認識して、狙った人にピストル向けて撃って、したら狙った人が結果が発生したと、死亡したと。ところが狙った人 A だと思ってたら実は B だったと。この場合ね、でこれは被害者の個別性を考慮してもその人なんですよ、被害者、認識した人なんですよ、認識した人がまさに被害者なんですよ。だから、ね、狙ったその人っていう意味で被害者はその人しかいなくてね、その限りで一致してるんです、法定の範囲で。だから具体的不合説に立っても客体の錯誤だったら、行為は阻却されないよっていう説明になる。単に勘違いしただけでしょと。目の前にいる、ね、目の前にいる人を狙って撃って、目の前にいる人が、殺害されたと、死亡したという結果が生じたら、それは行為阻却しないんですね。方法錯誤の場合は、ね、狙った人じゃない人に結果が発生した場合、そこが違うんだと。狙った人じゃない人に結果が発生した場合に、その、被害者の個別性は重要だから、ここは考慮にしなきゃダメで、だから、兵、狙った人である兵に対する行為と、D に対する行為というのはこれ別物というふうに評価しなきゃダメだよと、はい、これが具体的不合説なの。ちょっとややこしいんだけどね、これが今現在の具体的不合説です。だからこれ、この説からするとこういう当てはめなんだな。 K と D はその身体という法益の主体として別個の存在であるから、この具体性を考慮すれば構成要件的に同一の評価を受ける事実とは言えないと。だから法定の範囲で一致しているとは言えないんですね。したがって兵は D に対する暴行の認識を書き、 D に対する傷害に該当、傷害罪に該当する事実の認識、構成要件的行為が認められないということになります。以上より D に対する傷害罪は成立しない。なお、ここですね、過失犯成否検討しなきゃいけないので、なおボトルワインを投げつける行為は兵が取り得る唯一の手段であり、その結果として D が傷害を負う事態は不可避であったと言えるから、兵に注意義務違反は認められず過失傷害罪も成立しない。一応こういうふうにしておきました。これね、本当に過失否定できるかっていうのはかなり微妙だと思いますよ、実際は。これすげえ悩ましいです、実際にはね。過失、これ本当否定できますか、これで D に対する傷害の過失。ただまあこれだから結局結論固定されてからこう書くしかないんですよね。まあ、しょうがない。もうこれ問題文にある事情を使って書けるのはこれが限界です。実際には過失否定するって相当難しいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。で、説明1の難点ですが、行為者が、まあこれだから、いわゆる法定的不合説からね、抽象的法定不合説と。正確には抽象的法定不合説と言われますけど、まあ、いわゆる法定的不合説から批判をすると。説明1の難点を指摘しておきます。行為者が単に構成要件的に同一の評価を受ける事実を認識すれば、当該犯罪について反対動機の形成可能性が肯定されるんだから、法益主体被害者の個別性具体性は重要じゃないでしょうと、考慮すべきではないでしょうと。これが法定的不合説の立場です。 K と D はいずれも構成要件的には鍵括弧人ですね、204条の人、こういうふうに同一の構成要件的評価を受ける事実でしょうと。構成要件的に評価すればいずれも人と評価される事実、そのね、こうという人に対する暴行の事実を認識している以上、ね、まあ、そのこうという人に対する暴行の事実を認識して、ね、暴行行為に及んでいる以上、兵の認識しなかった D という人に対してその結果が発生した場合にも、その結果について故意があるというべきだ。これが法定的不合説からの、まあ反論というか批判になるわけですね。ちなみにもうこうも D も構成要件的には人でしょと、同一の構成要件的評価を受ける事実だから法定の範囲内で符合してるでしょと、はい、これが抽象的法定的、抽象的法定符合説からの説明で、これが判例の立場と言われていますが、一点だけちょっと細かい話を指摘しておくと、これね、参考判例12、先ほどちょっと言ったけど、大阪の下級審でさ、大阪公判でしたっけ、いわゆる誤送防衛の一種だと、誤送防衛説というふうに説明されますけど、それを言った下級審の裁判例がありますが、この判例よく読んでみるとね、
よくよ、これちょっと、この講義ではもう言及できないので、時間的に。と後ほどゆっくりちょっとよく読んでもらいたいんですけど、この判例よく読んでみると、護送防衛だと言っておきながら他方で、方法の錯誤についてもね、方法の錯誤の処理について、構成要件該当事実の認識の方も否定してるんですよ。で、法定的不合説を取りながらね、法定的不合説を取りながら、ね、構成要件該当事実の認識なしって言ってるから、この判例ちょっとおかしな判例なんですよ、よく読むと。なんか理屈としては、結局、その、まあ、本文で言うと、こうは敵側の人間で、D は味方側の人間なんだと。敵側の人間と味方側の人間は、これは構成要件的に同一の評価を受ける事実とは言えないから。だから、法定的不合説を取った場合でも、敵側の人間を認識したっていうだけじゃ、味方側の人間に対する故意は肯定できないんだよって、まあ、そういう理屈を立ててんだけど、それはですね、非常になんていうか、非論理的というかですね、まあ、この部分は批判が強いですね。法定的不合説に立った場合、その考え方と当てはめが完全に矛盾していると。矛盾した当てはめになっちゃってるということなので、ちょっとその部分はあんまりこれ読んでも勉強にならないなっていう感じの判例なんだけどね。護送防衛の一種だっていうそのね、部分については、よく皆さん勉強したことあると思うんですけど、護送防衛の一種だといったところまでの範疇はね、実はよく読むとその後ね、さらにね、別にやめときゃいいのに、さらに突っ込んだ話を始めて、いわゆる方法の錯誤についても、故意が阻却されるんだっていう話までしちゃってて、そこの部分がなんかむちゃくちゃな当てはめをしちゃってるので、そこの部分についてはあんまり出来のいい判例だと思えないんですけれどもね。はい、ということを一応言っておきます。じゃ次、説明2ですね、9ページ。説明2は正当防衛が成立すると、正当防衛説ですね。まず、括弧1番で構成要件該当性ですが、兵の暴行は客観的には D に対する障害にあたり、兵にはその認識任用も認められると。まあ、法定的不合説を前提としちゃっていいです。で、構成要件該当性を前提として、括弧2番違法性。もっとも、兵は、甲がナイフを D の胸元に突き出して現金を要求しているというね、急迫不正の侵害に対して、D の生命身体及び財産を防衛するため、防衛の意思。ナイフという殺傷力を有する凶器を用いる甲に対して、ボトルワインを投げつけるという必要最小限度の防衛手段で対抗したんだということで、兵の暴行はやむを得ずにした行為と認められるから、まあ、これが防衛行為の相当性ですね。したがって正当防衛が成立する。以上より D に対する傷害罪は成立しない。はい。ですね、正当防衛の要件の認定なんだけど、これはね、設問さんは、これ、要件を一個一個認定しようとしたら、もう少し詳しく書くことできる、詳しく書くことはできるんですけど、設問さんはやっぱり、さっきも言ったけど、その在籍の検討を一個一個要件を事実当てはめてっていうことを、メインの出題趣旨にしている問題ではないので、ね、この具体的事実を適視してっていうふうに書いてないじゃないですか、設問さんは。まあ、具体的事実を適視してっていう言葉はよく刑訴法の問題でね、出てくるんだけど、具体的事実を適視してっていうの。そういう言葉もないし、なんかやっぱり、その、在籍の検討を求めるというよりは、ね、この結論を出す理論構成を書けっていう設問なので、この正当防衛の要件の一個一個の当てはめは、もうパッとやって、パパッとね、端的に認定するっていうことでいいんだと思います。一個一個なんかこう、正当防衛の要件を一個一個解釈して当てはめてっていうことはやらなくていいと思います。まあ、従来型の問題とやっぱり設問でリクエストされている作業が異なるのでね、その正当防衛の要件の認定で具体的事実を適視して三段論法で一個一個丁寧に認定するっていうね、まあ、そこを求めている趣旨ではないと思いますのでね。この理論上の説明でしょ、どのような理論上の説明が考えられる、あくまでも理論上の説明をすればいいんですよ、この設問に対する回答としては。だからその具体的事実の適視はそこまで求められてないだろうというふうに思いました。だから簡潔に済ませてくださいと。あともう一つ、正当防衛説っていうのは厳密に言うとね、これ、正当防衛説は厳密に言うとあくまで正当防衛はこれは侵害者に対して正当防衛が成立するんですよ。ですよね。だから侵害者、本文で言うと公に対して正当防衛が成立するということを述べた上で、その正当防衛の効果は第三者に対しても主張できるっていうかさ、その正当防衛権の絶対性っていうのが根拠なわけです。
ね、だから誰との関係でも正当防衛なんだよと。その新会社に対して正当防衛が成立するんだったら、もう、ね、世の中誰との関係でも正当防衛と言っていいと。これが正当防衛説なので、本来はここで正当防衛説を書く場合も、本来は前提として公に対する犯罪の成否を検討しないといけない、本来はね。で、公に対する犯罪、公に対する暴行も、これは、まあ、公は暴行ですよね。傷害結果を負ってないので、公に対する暴行は、これ正当防衛になってるよってことが論証されて初めて、結果が発生した D に対してもその正当防衛を主張できると。D との関係でも正当防衛と言っていいんだっていうふうに言う説なんですね。だから論理的前提としては、公に対する在籍の検討が先行してないと本当はいけないんだけど、ただ、本文ではそれ求められてないので、公に対する在籍の検討を求められてないので、だからまあ特に言及しなくていいってことなんでしょうね。まあ出題者がそこまで考えて出してるかっていうのは分かんないですけど、説問で要求されてませんので、まあ特にいいだろうということで、まあレジュメでもこういう書き方にしておきました。で、説明2の難点ですが、正当防衛説の難点は、これはまあよく言われますね。兵と D の関係は、ね、正体不正の関係ではないでしょと。法確証の利益がないでしょということですね。すなわち不正の侵害を全く行っていない D に対する暴行を客観的に正当防衛と評価することはできませんということです。はい、そこで次、緊急避難説、説明3ですね。緊急避難が成立すると、これも括弧1番でまず構成要件該当性をさっと認定した上で括弧2番ですね。で、最も兵はって言って、ここから緊急避難の要件の認定ですけど、これもさっきも言ったように一個一個丁寧に認定する必要はないと思うので、パッと端的に、最も兵は公がナイフを D の胸元に突き出して現金を要求しているという D の生命身体及び財産に対する現在の避難を避けるため、避難の意思ですね、事故の取り得る唯一の手段として兵の暴行に及んだものであるから、兵の暴行はやむを得ずにした行為と認められ、これ補充性ですね。かつ D に負わせた傷害結果は避けようとした D の生命身体に対する害を超えなかったものと認められるから、これが法益の健康性ですね、緊急避難の成立要件を満たすということです。以上より D に対する傷害罪は成立しないと。ちなみにですね、この問題文はだから、その事実認定ではあんまり悩ませないというかさ、要件当てはめでは、あんまり悩ませないようにするために、なんかこう取ってつけたようにさ、なおね、ボトルワインを投げつける行為は兵が取り入る唯一の手段であったって、この一文を最後に直書きでつけてますので、まあ、一応この文章がある以上は補充性が認定できるという前提なんだろうと思いますが、一応言っておくと、緊急避難説はこのね、認定論レベルでこの補充性が認定できるっていう事案はほとんどないだろうというふうに言われていて、まあ、そこはね、認定論レベルでは緊急避難説の弱点ですね。まあ、本文は問題文でこれが書いてあるから、もうこの文章をそのまま使って補充性ありって認定しちゃっていいんでしょうけど、実際には唯一の手段だったって認定できる事案はほとんど想定できないということがね、この緊急避難説の弱点ということは一応指摘しておきます。まあ、本文はその認定で悩ませる問題にはなってないからさ、そこは悩まなくていいんですけど、はい。で、説明3の難点、まあ、理論上のね、難点というか、理論上の問題点、批判としてはこれですよね。避難を受任するか、他者へ転嫁するかというね、二者択一の状況が生じていない以上、兵の暴行は客観的に緊急行為性を欠く行為であり、避難に向けられた行為とは言えないと。すなわち、緊急避難にとって本質的な法益衝突の契機が存在しないと。また、兵の暴行は D の法益を保全することに役立っておらず、緊急避難とするのは相当ではないと。まあ、理論的な批判はこれです。すなわちさ、緊急避難というのは、ね、避難を転嫁するというわけでしょ。だから、D に避難が及ばないようにするために、その避難を誰かに転嫁するという話なわけで、いわば本文は D への避難を D 自身に転嫁していると。転嫁じゃないじゃないかという話ですよね。D 自身に結果生じちゃってるじゃないかと。転嫁になってないよねと。はい。だから、これは、緊急避難が成立する前提状況ではないんだよということです。二者択一の関係になっていないと。まあ、緊急避難説は、要はここどういうふうに説明しているかというと、まあ、屁理屈みたいな話だけどね。D を傷つけることによって D の命を守ったんだと。
まあ、要はそういうことだよね。 D への生命侵害を D への身体侵害、身体障害に転化したんだと、そういう説明をするんでしょうね。D の体を傷つけることで D の命を守ったんだと。私が彼を傷つけなかったら彼は殺されてたかもしれないじゃないかと、まあ、そういうふうに説明すれば、まあ、一応法益衝突してるというふうに説明するのは不可能ではないんでしょうけど、うん、まあ、一応論理的にはここ難点かなと。で、論理的な難点はこれで、かつ認定論レベルでの難点がさっきの補充性がそもそも認定できないよ、ほとんどの事案でというのがあります。まあ、本文では認定できるけれどもね。はい。で、最後説明4ですね。違法性を基礎づける事実の認識を書く、責任行為を書くと、はい、これが誤送防衛説です。兵の暴行は客観的には D に対する傷害罪にあたり、その認識に用もある、はい、構成要件該当性で、括弧2番違法性、D は何ら不正の侵害を行っておらず、 D への暴行は急迫不正の侵害に対する防衛行為とは認められないから正当防衛は成立しない。またそもそも客観的に緊急行為性を欠く行為であり、緊急避難も成立しないと、まあ、さらっと両方否定した上で括弧3で責任ですね。じゃあ故意責任認められるんですか。もっとも兵は主観的には公による D の身体等に対する急迫性の侵害から D を防衛するためやむを得ずにした相当な防衛行為との認識で兵の暴行に及んでいると。兵の認識した事情を基礎とすれば正当防衛が成立するから、違法性を基礎づける事実の認識を書く、責任行為を書くと。故に兵に故意非難を向けうる主観的事情は存在しないというべきであるから、誤送防衛の一種として故意責任を肯定することはできない、誤送防衛の一種としてという表現を使いました。あの、先ほど見た参考判例12もね、誤送防衛そのものとは言ってません。誤送防衛の一種、やはり典型的な誤送防衛とは違うんだよね。だって急迫性の侵害の存在について誤認があるわけではないでしょう。まあ、まさにそれ難点で指摘しましたけど、まあ、違法性阻却事由の錯誤って表現するのが一番無難なんだと思いますけどね。誤送防衛って言っちゃうとやっぱちょっと語弊がある気がするんだよね。違法性阻却事由についての錯誤とね、ということで、まあ、いずれにしろ故意責任を肯定できないということです。以上より D に対する傷害罪は成立しない。なお、ね、先ほど述べた通り過失傷害罪も成立しないということで、過失も否定しておきます。これもさ、この過失もね、普通は誤送防衛で故意が否定された場合の過失犯の検討の場合、その場合の過失っていうのは急迫不正の侵害を誤認したことについての過失ですよね。急迫不正の侵害を誤認してしまったことについて過失があるかどうかですよね。だから本文はだからそういう検討できないじゃん。急迫不正の侵害について誤認してるわけじゃないから。だからその意味でもやっぱり誤送防衛ではないんですよ、これは。だからこの過失って何なのって非常に難しくて、学説もあんまり詰めた議論できてないところです。強いて言うなら、自分がボトル投げたら D に当たるってことが予見できなかったんですかって、その意味での過失を問うしかないと思うんですけど、果たしてその予見ができなかったって言えますか、これ。この事案、これさっきの話だけど、これ過失否定するの難しいと思いますよ、やっぱり、ね、投げたら近くにいる D に当たるってことは全然予見できませんでしたと、そんな話ありますかって感じがするのでね。はい、まあ、ちょっとそういう話はいろいろこの、設問の設定自体に突っ込みを入れたくなる気持ちはあるんですが、まあ、それは見ないでおいて、横に置いておいて、答案としてはこんな感じで、まあ、パパッと書いてしまう、過失も否定すると。設問4の難点としては、兵は D から急迫性の侵害を受けていると誤信したわけではない。そうだよね、急迫性の侵害について誤認があるわけじゃないでしょ。D に対する暴行に正当防衛が成立すると誤信したわけでもないと。だからやっぱり正当防衛、ごめんなさい、誤送防衛と表現することは非常に違和感があるよね。まあ、これ理論レベルでの批判としてはこういう批判になるんでしょう。また D に対する傷害罪に該当する事実の認識があると、抽象的法定符号説を前提とすると、兵には、過剰事実の認識があったことになると。すなわち防衛行為が相当とされる範囲を超えて過剰な法益侵害結果を弱記する事実について認識があったことになるんじゃないですかと。その場合、違法性を基礎づける事実の認識を欠くって言えるんですかと、まあ、これも一応理論レベルでの批判でしょうね。あくまでも誤送防衛として故意責任が阻却されるのは、ね、正当化される事実しか認識してないと言えるからなわけでしょ。違法性が阻却される事実しか認識してないから、ね、
反対動機形成、可能性がないよと、反対動機が弱気できないよという話なんでしょ。だけどその過剰事実について認識があるんだったら、ね、そのそれは正当化される事実を認識していたって本当に言えるのかっていう話ですね。これ違法性を基礎づける事実の認識核って言えるのかってことですね。過剰性の認識ありになっちゃうんじゃないのということです。まあ認定論レベルでの批判ってことになるんでしょう、こっちはね。ちなみにいわゆる今までの従来形式の設問でこの問題を論述するというか検討する場合には、最終的に護送防衛説を取る人はね、正当防衛説を批判して、緊急避難説を批判して護送防衛説で結論だっていうこの流れの論証っていうのはよくあるから、その勉強はしたことあったと思うんですけど、護送防衛説に対する批判までは事前に準備していた受験生とあんまりいなかったかもしれないですね。だここは現場で、考えたことを書くしかなかったかもしれない。実際には護送防衛説に対する批判難点は、はい、ということでした。あとまあいろいろ検討しましたけど、私もあと考えられる筋道としては、まあ先ほど言ったようにこれ取り得る手段がこれしかなかったっていう事情があるので、まあこの事情を強調すると、例えば期待可能性を欠くとかね、期待可能性を欠くといえば、これ故意犯過失犯共通の責任阻却という形で、犯罪を不成立という結論を導くとか、そういう説明も不可能ではないかなと思います。まあ、ただ期待可能性説書いた受験生というのもほとんどいないと思うので、それはもうそれはレジュメにすら載っけませんでしたけどね。はい、で最後アスタリスクの最後、あこれさっき言ったやつだ、最後のアスタリスク、あそれ書いてましたね、参考判例12はですね、護送防衛説に立って、傷害致死罪の成立を否定したわけですが、他方で方法の錯誤の処理について同判例が法定的不合説に立ちながら救助すべき人と暴行の故意を向けた人とは公正要件的評価の観点から見て法的に人として同化しであるとは言えず、およそ故意の符号を認める根拠に欠けるって述べたんですね。でこれはおかしいでしょって言われているというのがこの話、さっきした話です。はい、これは法定的符号説の前提に反するとの批判が強いと、最高裁はいわゆる抽象的法定符号説の立場だと言われていますので、ね、敵側の人、味方側の人、これは公正要件的に別の事実になるんだよって、それはさすがにね、法定的符号説を取るんだったら当てはめが矛盾していると言わざるを得ないんだろうなと思います。はい、という話が最後のアスタリスクで、一応これで一応全部解説しきったかな。で、ちょっと刑法の方が重ための印象なので、時間が超過してますけど、最後に、はい、答案例をちょっと見てね、ざっと言及して、そんなに詳しくは見ない、時間の関係もあるので見ませんが、ざっと言及して、終わりにしたいと思います。前半ですね、刑事系レジュメの第1問の回答例見てください。はい、で、まあ、さーっと見ていきますが、まず設問1番、 A から本件キャッシュカード等を持ち去った行為についてですが、まあ、いいんですけど、窃盗罪財物に当たるかを問題提起してますと。で、まあ、一応財物性は問題になり得るだろうとは思うんですが、この答案は財物性の問題の所在を完全に履き違えてますね。ここか、電気窃盗について規定した245条があえて設けられていることから、可動性と管理可能性があればと、こういう論述してますけど、これが問題になるのは、いいですか、有体性の問題だよね。電気だとか水だとか、ね、あるいはガスだとか、形がないもの、形がないものが窃盗の客体になるかって、それが問題になるときにこの論述を、管理可能性とかっていうのを論述するのは分かりますけど、本問はキャッシュカードですから、キャッシュカードが有体物であることは、ね、争いないですから、ね、キャッシュカードは有体物でありませんなんていう人はいませんので、ね、だから本問で問題となるのは財物性が、財物に当たるかどうかが問題となるはいいんだけど、本問で問題となるのはキャッシュカードの有体性ではないですからね、有価値性ですからね、問題になりうるとしたら。キャッシュカードはそれ自体は単なるカードだから、それ自体財産的な価値があるのかということで、有価値性の問題なので本問で問題となるとしたらね、
財物に当たるかどうかが問題となるとしたら、それは有価値性の問題だと思いますので、これ有体性を論じているので、ここから先はもう完全に問題の所在を履き違えているなという形で、点が入らないということになっちゃうと思います。はい、まあ、メモ入れときますか。本門は、まあでも言っても大した話じゃないよ。これ大展開する話じゃないよ。 財物に当たるかどうかは。だからね、まあ、メモ入れなくてもいいぐらいだけど、本門は有体性ではなくて有価値性の方の問題と。でなんかここをすごいなかなかと論じちゃって、ああここで点が取れないのにくてもったいないなという印象を受けるんですが、あ、すみません、この回答例先に言うの忘れてました。これ受験生の再現答案という趣旨ではありません。レックの方で作成した参考答案という趣旨ですから、ね、なので私は、気兼ねなくというかですね、こう批判をしてですね、この答案だとここがちょっと問題だよということを指摘していきます、この講義でも。はい、で、まあ、あとはさーっと読んでいって、で、あの偽冒行為の解釈に入ってるね、その窃盗なのか詐欺なのかっていう論じ方、そういう問題につなげていって、でここですね、偽冒行為は詐欺罪が相手方の瑕疵ある意思に基づき処分行為を伴うと、ね、はい、相手方による処分行為に向けられたものである必要がある。ここの解釈論はこれ OK です ね、この解釈論が出せるかどうかが大事です。ただ解釈論はいいんだけど、当てはめが非常に薄いって、ここももったいないよね。ここだけなんだよね。 A に印鑑を持ってくるように伝えた際に好きに、キャッシュカード等の占有を取得したことは A が自ら意思に基づいてキャッシュカードを移転したものではないと、結論だけ書いて終わりなんですよ。なんでそう言えるのかって、ここもう少し掘り下げないとね、具体的事実を出して。ここの認定評価が本門ではメインなので、あの財物性なんか論じるんだったらもっとこっちを論じてくださいというツッコミが入ります。意思に基づく占有移転ではないっていうね、この結論を書いてるだけなんだけど、そういうふうに評価したのは、ね、どういう事実に基づいて、ね、そのどういう事実をどういうふうに評価したらその結論になったのかと、その思考過程が欲しいです。まあ、事実の適しと評価ですね。これがあの司法試験で点を取る秘訣ですからね。事実の適しプラス事実の評価。はい、これがないとダメだろうと思いますね。ここで点を取らないとどうしようもないのにね、なんで財物性なんて論じて、もうメリハリを欠いているということです。で、次ここですね。先ほどちょっとこれ受験生としては考えるのはやむを得ないけどってちょっと言ったあれです。銀行から預金を引き出そうとした行為、これ論じちゃってるんだけど、さっきも言ったけど無理やり論じるんだったら、これ出題の趣旨からは除外されてたとは思いますけど、無理やり論じるんだったら、さっきも言ったけど、A に対する犯罪だという形で検討しなきゃいけないから、これは保護法益論を論じて、ね、窃盗罪といえども究極的な保護法益は所有権だと、所有者も被害者だと、まあ、そういう説明をするしかないんですよ。まあ、わざわざそんな説明をさせるような問題だったとしたら本当は悪問だと思いますけど、だからそういう問題ではなかったんだと思いますけど、ところがですね、この答案どう論じてるかっていうと、ここね、銀行に対して預金債権を有している A が銀行を介して預金を占有してると言えるから A に占有があると、こういう認定をおっしゃってます。これを述べてしまったらこれは罰がつくと思いますよ。いいね、これ間違っちゃってるっていう評価になると思います。占有はあくまで銀行です、この場合だって。窃盗罪の占有ですからね、事実上の支配ですからね。いいよね、窃盗罪の占有をこういう預金債権を背景として法律上支配しているっていうね、これが窃盗罪の占有だって、まあ、そういうふうに説明する見解、もしかしたらなくはないのかもしれないけど、明らかに判例実務の立場とは異なってますから、もうこれ基本知識だよね。こういうあの関連的な占有を検討するのは横領罪の話でしょ。窃盗罪の場合は、ね、これは事実上支配している銀行の占有を奪ったんだと、そういう犯罪なわけですから、ね、A に占有があるんだと、この認定をすると、これはさすがに罰と、ミスということになると思います。誤りと。
はい、ということで、まあ、あの不能反論論じてるけど、ね、ここは出題の趣旨ではないでしょうねっていうふうに思うので、まあ、バーッと見といてくださいと。だから悔やまれるよね。ここいっぱい論じて、さっき の, あ の, ゆあの財物性をいっぱい論じて、あの肝心要 の, あの処分行為のところが、わずか 2,3 行っていうね、こうまい具合に点が取れてない答案になっちゃってますね。はい、次質問2。まあ、これはさっと見ておいて、ね、犯行抑圧の犯行はこれ漢字違うから気をつけてね、犯行抑圧の犯行は こっちですね。なんかこの答案全部これ間違ってますので、まあ、いちいち全部直しませんけど、あとさ、犯行抑圧するに足りる暴行であり、暴行で認定してるんだよね全部ね。設問リクエストに答えられないよ、これじゃ。暴行ではなく脅迫で認定しないと。まあ、これもちょっと積極ミスなんじゃないかなという気がしますね。で、あと、強盗罪の実行行為に当たるためって、はい、ここも積極ミスになるでしょうね。ここも罰でしょうね。なぜかわかりますか？オツの行為は強盗罪の実行行為に当たりますか？オツの行為は、ね、財物奪取に向けた行為ではないんですよね。財物奪取に向けた行為だったら強盗罪の実行行為でいいけど、ね、オツの行為は財物奪取に、ね、向けられていませんので、強盗罪の実行行為にはなり得ません。だから強盗罪の実行行為に当たるって述べてしまったら、これ罰だと思う。いいですか。あくまで、窃盗犯人が逮捕を免れるとか、あるいは財物取り返されるのを防ぐ目的でやった暴行であって、それは財物奪取に向けた暴行ではないからね。はい、で、まず申請身分判説を展開してるんだな。自己強盗は窃盗犯人のみが犯しよる身分判断、申請身分判説ということですね。はい、まあ、これはこれでいいでしょう。なんか全部暴行で認定してるのはやっぱ気になるけど、脅迫で認定しないといけないんじゃないのという気がしますけど。で、次、丸2の立場は今度は結合判説なんだな。なんか、これもなんかおかしいよね。暴行でやっぱ認定してるんだけど、暴行をしているところ脅迫罪の共同罪、 なんで脅迫の共同罪になっちゃうんですかね。暴行で認定してるの、なんかこれわざとこう書いてるのか、あえてなのか、単なる間違いで気づいてないのか、ちょっとよくわかんないですね。暴行で実行行為を認定してるけど、設問のリクエストは脅迫罪だから結論としては脅迫罪にしてて、これどういう思考過程がここにあるのかはちょっと読み取れませんけどね。はい、で、自己強盗、結合判説を取った上で、消去的共同正犯を論じてますね。で、1点だけ言ってきます。ただし、高校者が先行行為者の行為を自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用した限りであれば因果的寄与を肯定できるって書いてありますけど、先ほどの判例の立場、限定肯定説 の因果的共犯論からの立場は、この積極性というのは要件ではないと言われてます。ここは不要というふうに言われて、まあ、かつての下級審がね、積極的に利用する意思で利用した場合っていう規範、基準を立てた下級審の裁判例があって、まあ、そこに引きつられてこう積極的にっていうのを入れたんでしょうけれども、先ほどの最高裁の立場、あれあくまでも因果性の問題なので、積極性は問題にならないと、ね。積極性は別に要件ではないと。必要ないと。あくまでも犯罪結果に因果的寄与を与えたかどうかと、ね。そこを根拠にする見解ですから、その利用が積極的だったかというね、積極性というのはこれ正犯性の問題でしょ。正犯性の問題と因果性の問題は別なので、積極的にというところまでは必要ないと。あくまでもここは因果性の問題だから、ね、先行行為の効果を利用して犯罪結果に因果的に寄与したと言えればそれでいいということですね。で、まあ、自らの見解は、まあ、結局申請身分判説
で言ってるってことなんだけど、ちょっと気になるのは、これ結局見解2つ出してさ、丸1と丸2出して、で、自らの見解は、要は、丸2の立場の結論は不当だということを言ってるんですけどね。この辺かな。単なる暴行または脅迫の限りで処罰されることは不当であると。で、これはこれを述べて、じゃあ丸一の立場が妥当だっていうことが、これが自らの見解として述べるところの出題趣旨だったのかなっていうね、ちょっとそれが説問リクエストとずれてない。説問リクエストはあくまでもオツの在籍を述べようでしょ。で、これオツの在籍の要件検討が抜けてるんだよね、この書き方すると、例えば窃盗の機械性とかさ、さっき言ったけど共謀に基づく実行行為とか、あと故意、オツの故意とか、そういう要件の認定がすっ飛んでますので、こう要は丸一の立場を説明して、丸二の立場を説明して、で、私の立場は丸一ですと、なぜなら丸二の立場は不当だからって言ってるだけなんだよね。で、要件の認定がこれだと飛んでるので、これだとちょっと出題趣旨に答えられてないと、 あくまでもオツの在籍の一個一個の要件の検討はここでやんなきゃダメだと思います。ちょっと言葉の書き方がね、この論述だと、そう、要件の検討が全くできないので、注意した方がいいかな。この設問形式になるとね、その視点が、欠けてしまうっていうのは、ちょっと陥りがちな落とし穴などだと思いますので。はい。で、最後、設問3ですね。で、設問3も、これ書き方、ちょっと家帰ってね、後ほどゆっくりこれ見てほしいんだけど、設問3も、ちょっと設問のリクエスト履き違えてる、勘違いしてんじゃないかなっていう書き方をしてるんだよね。さっきも言ったけど、本問は、向かうべき結論が指定されてるでしょ。で、そこの結論に向かうルートがたくさんあるはずで、その、複数のルートを比較しろっていうことが出題趣旨なのに、なんかね、この答案は、なんていうか、やっぱ一つの筋道を説明するだけみたいになっちゃうんだよね。順を追って見ていくと、ね、まず、兵に故意が認められるかを検討すると。で、これはいいんだけど、ね、故意責任の本質はという形で論じて、でよって故意者の認識した事実と現に発生した事実とか構成要件的に符合している限り故意が認める、これ結局法定的符合説出して、で故意が認められるって言って次進んじゃうんだけど、ここで具体的符合説の立場出さなくていいんですか。でも結論指定されてるんだから、ね、だから故意阻却するっていう立場からの説明をここでしないとまずいんじゃないですかね。ちょっと設問のリクエストを勘違いしてるんじゃないかなという気がします。これ普通に検討を進めちゃってますよね。だいわゆる従来的な問われ方をしてるときだったらこの書き方でいいんでしょうけど、単に在籍を検討しろって言われただけだったらこれでいいんでしょうけど、今回は設問のリクエストがさ、もう結論指定されてるわけですからね。はい。で、次、正当防衛が成立しないかということで、検討してますよね。あ、でもこれもそうだ、結論だけ書いちゃってます。正当防衛が D は侵害者ではないので正当防衛成立しないと、ここだけなんですよね。正当防衛説を紹介するっていうこともしてないと、ね、何度も言うけど、ここか、いいよね、法定的符号説取っちゃったし、正当防衛説もすぐ否定しちゃったし、だからこれらの説を紹介した上でその難点を書かないと点が来ないですよね。具体的符号説と正当防衛説を示して難点を記載するっていうのが説問の趣旨だと思います。で、その後次に紹介するのがこれなんだよね。護送防衛が成立し、故意責任が阻却されると返すべきで、護送防衛説が次に行っちゃってるんだけど、これ体系的には、ちょっとこの答案構成見ると、その次のさ、縦3なんだよね。縦3で緊急避難が成立すると返することはできないか。緊急避難説が、縦3になってて、ね、護送防衛説が先に検討されてるけど、これ順番逆ですよね。縦3と、縦2の2、3は順番逆ですよね。体系的な順序に従っていないっていうのは、やはりちょっと印象が悪くなるリスクがあるので、ここも気をつけてください。あくまで違法性の検討が終わってから、故意責任の検討に入るという形にしてください。
であとこのそれぞれ書いてある内容だけどちょっとねこの内容いまいちかなって感じでした。ここ注目してまず誤相防衛説先に書いてあるから誤相防衛説見ると、批判難点のところね誤相防衛とすることは口述のように補充性が要求される緊急避難に比して容易に行為者の刑事責任を免ずることとなり妥当ではないでこれが難点として書いてあるんですけれども、まず容易に免ずることになりますかねこれ過失犯の検討どこ行ったんですか故意が否定されるだけだから過失の成立の余地残るので容易に免ずることになるっていうのがまずちょっとどうなんだろう過失の成立の余地が検討されてないなっていうふうにクエスチョンがつくというふうに思うしこれ自体なんていうか理論的な批判になってないんだよね妥当ではないっていう価値判断述べてるだけでで、こことここの最後の文章を対比してみてみて最後ここね今度緊急避難説に対する批判補充性や法益の検討均衡といった緊急避難の厳格な要件を満たさない限り犯罪が成立することは故意責任の本質に照らし妥当でここも妥当ではないなんだけど、ね、価値判断述べてるだけなんですけどこれさ結局あなたはどう考えてるのかっていうの分かんないこれ真っ向から矛盾してるよねこことここが上の価値判断と下の価値判断がなんかねちょっとよくわからないなというふうに思いました。要するに上では簡単に言うとね緊急避難よりも軽い要件で免責するのは妥当ではないって言ってるんですよ。何誤送防衛だとと緊急避難ぐらい、ね重い要件を課して検討しなきゃダメだぞとそんな簡単な要件で免責を認めるというのは妥当じゃないぞって上では言ってるんだよね。でところが下では、ね、何緊急避難説だとと、ね、そんな重たい要件で免責を否定するのかとそれは妥当じゃないと緊急避難ってすげえ要件重たいんだぞとそんな重たい要件を課すのは妥当じゃないぞって言ってんだよねどっちなんですかあなたが言いたいのはってこれ矛盾したっていうのは価値判断が上と下ではいだからこれ難点として論述することが求められている内容はなんていうか価値判断が妥当かどうかという問題ではなくてねあなたが妥当かどうかを述べなさいってか、妥当かどうかについてあなたがどう考えているかを述べなさいというよりはその理論的な批判をやった方がいいです理論的に、ね、この要件はこういうふうに解釈すべきだからこの解釈は妥当ではないとかさ理論的な批判をやった方がよくてなんかその自分の生の価値判断だけ書いて、ねこんな簡単に免責を認めるのは妥当ではないとか、他方でそんな重たくするのは妥当ではないとかなんかそういうことを書くのが設問のリクエストではだったということではないと思いますけどねちょっとだからよくわからないなっていう感じがしました。はいちょっと刑法が重たいなというふうに思ったので時間を超過してますけどじゃあ、後半は刑訴法いきますのでここで5分間休憩にします。はい、じゃあ後半の刑事訴訟法いきたいと思います。まずちょっと設問の確認からじゃあいきましょう。はい、設問1がですね、下線部丸1の逮捕拘留、及びこれに引き続く、平成31年3月20日までの身体拘束の適法性について、1番、具体的事実を摘示しつつ論じなさいと、ね。刑訴法はこれがあるんですね。具体的事実を摘示しつつ。そして2番、1とは異なる結論を導く理論構成を想定し、具体的事実を摘示しつつ論じなさいと。なお、その際、これを採用しない理由についても言及すること。設問2、下線部丸2の訴因変更請求について裁判所はこれを許可すべきか、公判前整理手続きを踏まえていることを、公判前整理手続きを経ていることを踏まえつつ論じなさい。はい。で、まず全体の感想ですけど、いわゆる捜査から一問、証拠から一問っていうね、オーソドックスな出題スタイルというのが何年か続いてですね。で、何年かに一度、証拠の代わりに訴因が出題されるということで、今年はその年でした。難易度という点では、そんなに高いわけではないんだと思いますけど、特に設問1の方ですね、これ非常に書きづらかった、書きにくかったと思います。またこれ刑法と同じようにですね、いよいよついに刑法と同じように刑訴もですね、証問形式みたいになって、異なる結論を導く理論構成と、それを採用しない理由って、こういうリクエストが出てきたと。
これも今までにはなかった傾向ですね。従来は自らの結論に向かって事実を摘示して評価してで結論を出していくという作業をすればそれでよかったわけですが、別の結論に向かいなさいとなると、それはそれでまたですね、限られた時間の中でどこまでやればいいんだというところの判断が非常に悩ましい。だから総じて言うと、設問1は難易度という点ではですね、超難問というわけではないんですけど、書きにくい。とにかくどこまで書きゃいいのか分かんないというね。で、設問には非常にオーソドックスというか、そこまで複雑な素因論ではなかったので、設問にはまあこんな感じかっていうことなんですが、設問1がとにかく書きづらいと。だから設問1をこう手際よく処理できたかって非常に大きく今回左右してくるのかなというふうに思います。といったところが全体の感想で、じゃあ個別に見ていくと、レジュメの方が15ページの第2問刑事訴訟法からですね。分析例、設問1。はい、まず第1、逮捕拘留、これに、およびこれに引き続く身体拘束の適法性。この問題については処理手順がですね、過去の出題趣旨でですね、18ページのアスタリスク見てください。検討手順について、平成23年の出題趣旨が参考になると。こう書いてあります。いわゆる別件逮捕拘留に関する捜査手法の適法性については、別件基準説と本件基準説を中心に多様な考え方があるところであり、まずは何を基準に適法性を判断するのか、この問題に関する各自の基本的な立場を刑事訴訟法の解釈として論じる必要がある。その上で、本件事例の具体的状況下における逮捕及びこれらに引き続く身体拘束について、それぞれ法定の要件を満たすかどうか、さらに、いわゆる別件逮捕拘留に関する各自の立場に照らした場合に適法かどうかを、事例中に現れた具体的事実を的確に抽出分析しながら論じるべきである。まずは各自の立場を論じず、ね、どの立場に立つかを論じる必要があって、その上で、具体的事例のそれぞれの法定の要件、逮捕拘留の要件、法定の要件を検討する必要があると。さらに別件逮捕拘留に関する各自の立場を前提とした場合に適法かどうかの結論を検討する必要があると。この三段構えみたいなね、こういう感じで検討していく。はい。で、なので、まずはだからこれにのっとってっていう形で15ページ戻っていただいて、まずは別件逮捕拘留という大きな問題の枠組みを示してね、その判断基準、まあこれは別件基準説か本件基準説かというね、その判断基準を論述すると。で、その上で逮捕拘留の個別の要件の検討に入り、最終的に別件逮捕拘留についての自らの立場を示すと、ね、結論を論じると。はい、そういう感じですね。自らの結論を最後示すと。はい。じゃあ、まずは、その枠組みですけれども、1番、別件逮捕拘留の適法性判断基準。P は本件強盗致死事件、まあ、本件と言います。で、公を逮捕するには、証拠が不十分であるため、本件業務上横領事件、まあ、別件と言います。での被疑事実で公を逮捕し、これに引き続く身体拘束、まあ本門身体拘束というふうに表現します。これ本件身体拘束っていうと、本件が、強盗の方、強盗致死事件の方を指しちゃって、ちょっとそこはよく分かんなくなるので、本門における身体拘束は本門身体拘束と表現します。を本件の取り調べに利用していると。はい。で、逮捕拘留の要件はいずれの事実を基準に判断すべきかと。この大きな枠組みをまず検討すると。どっちの事件を基準に逮捕拘留要件を判断するんだという問題ですね。で、そこに別件基準説を論じておきましたけれども、逮捕拘留の手続きは特定の被疑事実を基礎になされることが予定されていると。事件単位の原則ですね。したがって令状請求段階における司法審査は身体拘束の基礎となる被疑事実、すなわち別件についてのみなされるものであり、この事件単位原則によればですね、逮捕状の請求を受けた事実、別件につき逮捕の理由と必要があるのであれば、裁判官は逮捕状を発しなければならない。発しなければならないと、ね、いうのが、まあ、199条の2項とかを参照ね、逮捕状を発するというふうに書いてありますので、
別件について逮捕拘留の必要、逮捕拘留の要件が具備されているのであれば、ね、当該逮捕拘留というのが違法になる理由はないと、まあ、これが別件基準説の考え方、通常はこれ本件基準説を採用できない理由、批判を書いた上で、別件基準説を採用するという流れで論じていくんでしょうけど、まあ、本文は、証文が分かれているので、まずはだから別件基準説のもう基準だけ書くと、別件基準説に立つことだけ端的にパンと書くと、ね、いうふうにして本件基準説については後ほど書いてその批判も後ほど書くという構成にしてありますので、はい、したがって、別件基準説によれば捜査機関が本件取り調べを行う目的を有したとし目的を有していたとしてもそのことをもって別件による逮捕拘留が違法となることはないということですね。はい、でこの点についてはアスタリスク2つ目、18ページかつての最高裁判例でですね、こういうふうに指摘した判例がありました。別件逮捕拘留について、参考判例1ですけれども、もっぱら未だ証拠の揃っていない本件について被告人を取り調べる目的で証拠の揃っている別件の逮捕拘留に名を借り、その身体の拘束を利用して本件について逮捕拘留して取り調べるのと同様な効果を得ることを狙いとしたもの、はい、こういうふうに言及した判例があります。目的とか狙いっていう表現が出てきてね、はい、まあこういうものには当たんないんだから違法とは言えないよって言った判例なんだけれども、ね、そうすると逆から読むとというか反対解釈するとこういうものに当たったら違法となる余地があるように読めるんだよね。この判例はね、これに当たる場合は違法となる余地があるんじゃないかという読み方もできなくはない。ただこの判例自体、これ述べたのは暴論ですし、この判例が何らかのその適法性違法性の判断基準を示した先例になっているとは位置づけられていません。そこに書いてあるように、同判事部分は暴論であり、そのような目的や狙いがあって初めて適法か違法かが問題となり得ると、こういう目的や狙いがあると言える事案であることが適法か違法かが問題となる前提状況なわけで、ね、本件はそういう前提状況すらないんだから問題になりませんよって言っただけであってね。じゃあいざ問題となった時にどういう判断基準で適法か違法かを判断するのかについてね、その判断基準を示した先例であるというふうには位置づけられてないです。はい、でまあ、一応それを言った上で、じゃあ別件基準説に立ってということになるわけですが、そっか、アスタリスク3つ目も見ちゃいますか。18ページね、3つ目も見ちゃいます。別件逮捕拘留の適用性の判、じゃあその判断基準についてね、これは学説においてはね、別件基準説と本件基準説とか対立しているところで、下級審裁判例も分かれているところですが、参考判例2、3ですね。まあ、これも見ておいてください。ただですね、今もう現在はこの学説の対立っていうのはその令状請求段階において捜査機関の目的がどっちだと、ね、でその目的が本件にあったら、ね、令状請求段階において、当該逮捕状の請求は違法だと、逮捕状の発布は違法だというふうに、判断すべきかどうかという議論からちょっと議論の枠組みが移行してるんだよねというのがそこに指摘してあります。もっとも参考判例4はですね、本件基準説に立ちながら拘留後の取り調べ状況を問題としていると、すなわち請求段階じゃ分かんないから、その後どういう実態があったかというのを見ないと請求時点での目的というのは分からないんだよと。だから事後的な事情から捜査機関の目的を推認するということはできたとしても、いずれにしろその後の事情を見なきゃいけないということになっているし、他方参考判例5、はい、これは別件基準説に立ちながら別件につき逮捕拘留の要件が備わっているにもかかわらず、拘留中の捜査状況から身体拘束が違法となる余地を認めているものです。このようにですね、結局ですね、別件逮捕拘留に関する問題の主眼がですね、従来は主に令状請求段階における捜査機関の意図目的の取り扱いをめぐる問題だったわけですが、近似は、ね、身体拘束中の捜査の実態の分析と、身体拘束中にどのような捜査が行われていたのかを評価判断するという問題として、いずれの説からも展開されているということが言えますので、まあ、だから本文の書き方が非常に難しくなるんですけど、実はね、複雑なものになるんですけれども、一応そういう視点で見ていきますね。はい、15ページ戻ります。
で、だから本門身体拘束の適法性を検討する枠組みですけれども、今言ったように現在その本件基準説に立ってもですね、逮捕後の、拘留後の状況を問題としていますので、検討の枠組みとしてはですね、参考判例5をこれちょっと判例見ておきましょうか。これを参考にしました。参考判例5は28ページかな。これね、これ別件基準説に立った場合の検討の枠組みをこれ参考になるんですけど、この判例はここね、旅券不携帯事件および偽造公文書行使事件による逮捕拘留の理由必要性の問題、はい、だからこれは法定の要件を満たすか、別件について法定の要件を満たすかという問題だよね、という問題と、その後の逮捕拘留期間中における被告人の取り調べ状況等を中心とする捜査の在り方の問題と分けて検討するというふうにしてます。こういうふうに枠組みを作ってます。で、まず前者の問題、だから別件逮捕拘留としての要件を満たすかと、逮捕の理由と必要性を満たすかっていう部分については、ね、これは、ね、別件を基準にして判断すると、逮捕の理由も拘留、逮捕の理由も必要も否定できないということで、ね、その逮捕拘留に違法はないと、ね。ここはあくまで別件基準説から判断しています。じゃあ、別件基準説から判断したら、これでおしまいかといったら、そうじゃないね。検討続くんですよね。その別件について逮捕の理由と必要性が認められたとしても、もう一個の問題、ね、この被告人の取り調べ状況を中心とする捜査のあり方の問題、こっちを検討すると。だから、その後者の問題が引き続くと、捜査のあり方からの検討ってなってます。で、捜査のあり方からの検討でどういう分析をしているかというと、結局これ本件が強盗致傷事件なんですけど、ね、その本件の取り調べがあくまで別件の、ね、取り調べに付随してこれと並行して行われているにとどまってたと言えるから違法とは言えないと。並行付随しているにとどまっていると、ね。他方で、ある一定の時点からはこうなったと。ね、事件の捜査、要するに別件の事件の捜査はほとんど行われていなかった、ね、これは別件による交流としての実態を失ったと、別件交流としての実態を失ったと、この認定ね、ここ赤でマーク入れておきますけど、実態を失ってる、ね、で途中から要件を変えたってんですよ、要は別件交流としてのそこからは違法になりますよと。はい、だから別件基準説に立っても、ね、入り口の時点で適法だったら OK、それでおしまいにはならないんだよってこと。はい、でこの枠組みをちょっと参考にして検討することにしました。15ページ、やっと15ページも、ごめんなさい、何回も行ったり来たりして申し訳ない。15ページもう一回戻って、で検討進みますね。まず身体拘束の要件の検討です。まず逮捕の必要性ですね。199条1項ですね、罪を犯したと疑うに足りる相当の理由、逮捕の理由、はい、この辺は具体的事実を適視しつつ要件を認定していく必要があります。まずどんな事情がありましたか。甲が勤務していた X 社社長の供述として、甲は平成30年11月20日に顧客 A から集金した3万円を着服したという供述が得られたと。そして16ページ、顧客 A の供述からですね、平成30年11月20日に、自宅に集金に来た甲に3万円を渡したという供述が得られた。さらには、帳簿等において A から集金した3万円が X 社に入金された記録がないと。はい。まあ、こういう証拠が出てきてるよと。まあ、この辺から、嫌疑の相当性を認定すれば良いと。次、逮捕の必要ですね。明らかに逮捕の必要がないと認めるときでないこと。199条2項正し書き。これ厳密には逮捕の必要性というのは今ここに書いたように消極要件なので、必要があることが要件ではないですね。明らかに必要がないとは言えないことが要件です。逮捕の段階ではですね、その必要性についての判断は、ね、捜査機関の判断が優先するっていうことですね。原則として逮捕の必要性ありなんだということです。明らかに必要がないと認めるときだけ逮捕はできないけどねと。
まあ、そういう利益考量を条文が採用しているということは一応押さえておいてくださいね。はい、で どんな事情があるかですが、まあ、甲は23歳男性、アパートで単身生活、現在無職、さらに X 社の元社員、かつ A の自宅住所を知っているってことだよね。そうすると、まあ、働きかけ、X 社社長だとか、A に働きかけをするなどして、口裏合わせだとか、在所隠滅を図るという恐れがないとは言えないし、単身で無職だから、ね、逃げやすいわけです。だから逃亡する恐れがないとは言えないし、ってことですね。ということで、逮捕の必要は認めていいだろう。次、拘留の適法性。今度は拘留の理由です。で、拘留の理由はまずは罪を犯したと疑うに足りる相当な理由ですが、これは嫌疑の相当性は厳密には先ほどの逮捕段階で要求される嫌疑よりは高度の嫌疑でないといけないということだよね。逮捕段階よりは高度の嫌疑が要求されると。ただですね、ここはもう認定上事情が被るのでもういいです。これは繰り返しさなくて、上述の通り認められるでいいと思います。問題文の事情やね、あるいは答案全体のバランスからして、まあ、そこまで突っ込んだ認定はここできないので、より高度な嫌疑が必要だということはそうなんだけど、事情が変わってないから、まあ、これはいいだろうと、ね、上述の通り認められると。で、他方で60条覚悟を該当性、こっちは、すなわち逃亡の恐れとか在所隠滅の恐れは、これは逮捕の段階では消極要件だったけど、拘留の段階になると積極要件だからね。60条覚悟該当性という形で拘留の理由の中で検討される要件になってきます。で、上記括弧1、あ、ごめんなさい、これ上記括弧1位になってるけど、上記括弧1丸1位だな、丸1位ですね。これちょっとごめんなさい、引用が正確になってないので直しておきます。16ページね、のここ、上記括弧1、丸1あだったね、丸1あ。で、こちらもそう、上記括弧1、丸1いですね、丸1を付け加えておいてください。で、先ほどの事情に、プラスして、甲は覚えていない旨の供述をしているということで、まあ、2号3号該当ということでいいでしょう。逮捕段階では消極要件だったのが、拘留段階では積極要件になりますよという点とですね、あと、まあ、逮捕後の弁解録取の際の被疑者の供述状況はここで考慮できるので、否認してますのでね、まあ、これも考慮していいでしょうと。逃亡在所隠滅の恐れを高める、基礎づける事情になってくると。で、次。氷の必要ということです。で、これは特段の事情という位置づけでしょうね。この事情があれば拘留取り消しの要件になるということです。なので、まあ、特段の事情がないって言えばいいんだけど、ね、こう、身体拘束による甲の不利益を考慮しても相当性を欠くと認める事情はないという指摘にしておきました。で、丸三、拘留延長の適法性ですけれども、まあ、これやむを得ない事由の認定です。まあね、一番厳密にやるんだったらやむを得ない事由とはどういう意味だって解釈して三段論法で当てはめるんだけど、やっぱこれもバランスとの関係ではもうパッと認定するしかないかなという気がします。メリハリ上ね。まあ、一応事実を摘示しますと、犯行日の特定や被害金額の裏付けとして Y の取り調べが必要であったところ、 Y の都合により3月16日に Y の取り調べが実施されることになったよと。そして甲の供述したアリバイの裏付け捜査として、パチンコ店愛店の点が違うか、点になっちゃった、漢字修正しておいてください。はい、愛店の防犯カメラ画像の確認が必要になったところ、同カメラは3月14日まで修理中だったということで、修理後に画像を確認する予定になっていた。とすると、まあ、拘留満期である3月10日の時点では、拘留延長してさらに捜査を遂げなければ、別件について起訴または不起訴の決定をすることは困難であったと認められるよということで、拘留延長の適法性も認定しました。はい、ここまでが法定の要件の検討。で、ここで終わった。ないと、今現在の別件基準説もここで終わりにしないということね。そこから先、括弧2番、取り調べ状況と捜査の在り方からの検討、はい、ここにつながっていきます。
で、本門はこちらがメインなのでね、話としては、問題文の事情もね。はい。で、そこで、これについては、19ページ、4つのアスタリスクですね。別件基準説の視点からは、当該身体拘束が別件による逮捕拘留としての実態を喪失したと評価される場合、先ほどの参考判例5かなを、参考にしてますけれども、別件について逮捕拘留の必要性が事後的に消滅すると、身体拘束の要件が欠けると、ね、身体拘束の要件がなかったことが事後的に確認されると。はい。そういう状態に至ったことから、当該身体拘束が違法となるという考え方が導かれると。括弧実態喪失説と書きました。私はこの考え方を実態喪失説と呼んでるんですが、これはですね、いわゆる川出説とは違います。そこはちょっと注意してね。川出説はあくまで本件基準説から出発点ですからね。本件基準説を出発点としています。これはあくまで別件基準説からの視点です。何が違うのか。ここで注意すべきは、この立場からは別件による逮捕拘留としての実態があるかが端的に問われているのであり、実態として本件による逮捕拘留であるかは問われているわけではないってことです。この点で本件基準説の視点とは異なると。すなわち、この立場によれば、別件による逮捕拘留としての実態を喪失すれば、その時点で違法なのであり、その実態が本件による逮捕拘留であったか否か、すなわち、これが令状主義先達なんですけど、令状主義先達の有無っていうのは、違法判断の核心ではありません。川井出説はあくまでも本件基準説を出発点としているということで、まあ、令状請求段階の捜査機関の意図目的という主観的事情を問題にするんじゃなくてね、拘留後の身体拘束の実態というね、その客観的事情に着目しようという点では、この実態喪失説と共通する発想を持ってるんですけど、従来の、まあ、その点で従来の本件基準説とは違ってますけどね、川井出説は。しかしながら、あくまで本件基準説から出発点、本件基準説を出発点とする発想なので、ね、実態として本件拘留だという点に令状主義の先達を見出すのが、これが本件基準説からの違法判断の核心になると。この点は別件基準説とは視点が違ってきます。川井出説はいわば本件基準説から出発した実態喪失説というべきであって、まあ、身体拘束の主旨説っていうふうに言ってるテキストもありましたけどね。ちょっと板書で視点の違いを、皆さんにイメージしてもらうため、令状主義先達っていうのは、要は本件について令状主義をくぐり抜けてると、令状審査をってことでしょ。だから A 取り調べ目的で B 逮捕拘留していると、 B が別件 A が本件、ね、でそれが、ね、実態としてもっぱら A 取り調べで、実態として A の拘留になっちゃってると、交流、本件の交流、そして取り調べは、ね、実態として A 交流だから、ね、令状主義に、令状主義を先達すると。こういう説明になるんですよね。この事後的にもっぱら A 取り調べしてるという事実から、取り調べも、A の取り調べ目的であったということを推認するという構造で、ね、この主観的事情は、あくまでも客観的な事情で見るんだよと。ね、こっちに視点が転換してるっていう点は、ね、本来的な本、その従来の本件基準説とは違ってる点ではあるんだけれども、あくまでも、ね、本件に着目するってことです。もっぱら A 取り調べして、実態として A 交流だから違法なんだと。令状主義に違反するんだと。こういう説明になるのが本件基準説の発想。で、別件基準説は、ね、実態として何であるかが問題じゃない。実態として、A であるかは問題ではなくて、ね、B としての実態があるかないかが問題なんです。端的にね。だから、ね、この逮捕拘留は B として、B 事件としての逮捕拘留の要件を満たしていれば適法なんですけれども、途中で、ね、全く B の捜査がなくなって、ね、まあ、もっぱら A 取り調べになってしまって、B の捜査がなくなってしまっているっていうのが、連動している場合ももちろんあるんだけど、ね、もっぱら A 取り調べになってなくてもいいんですよ。B の捜査が全くなくなってると。ね、これは B 交流としての実態がなくなったでしょうと。すなわち B 交流の要件を書くと。
ね、こんな B 氷の必要がなかったっちゅうことじゃん。それが事後的に確認されたってことじゃん。ってことで、もう B の交流としての実態を失った時点から交流が違法になると。ね、違法な身体拘束を利用した取り調べも違法になると。こういう考え方です。いいですかね。ただ、まあ、この別件基準説から言って、ね、実態として A だったっていうことが無意味ではないんだよね。B としての実態がなくなってしまったっていうことに意味があるんだけど、ね、さらに進んで、その実態は A だったんですと。A 交流だったんですと。いうふうにそこまで言えると、ね、19ページ戻りますけれども、そこまで言えると、令状主義先達に確かに結びつけることができるので、違法性の程度の評価は変わってくるっていうことです。もっともっていうとかね、もっともこの立場からも実態として本件による逮捕拘留であったという事情まで認定されれば、令状主義先達という評価に結びつけることができるので、違法性の程度の判断、具体的には、当該取り調べで得られた供述証拠に対する違法収集証拠排除法則の適用の場面においては、この認定は重要な意味を持つよと。実はさっき見た参考判例丸5もですね、先ほど見ましたけれども、別件による交流としての実態を失いっていうふうに述べた上で、ね、別件による交流としての実態喪失を認定した上で、ね、単に違法身体拘束状態を利用して行われた有罪取り調べを違法とすると、まあ、こういう判断をしたにとどまらず、さらに進んでこう言ったんですね。実質上、強盗致傷事件を取り調べるための身体拘束となったと見るほかない。実態として A の交流になったと。本件の交流になったと見るほかないと、ね。すなわち、実態として本件による交流となっていたということまで認定した。その結論として、ね、当該取り調べの違法性は憲法及び刑訴法の所規する令状主義の精神を勃却する重大なものと評価して、ね、結論はだからこの取り調べによって作成された供述調書の証拠能力を否定したと、そういう判例でした。だから別件基準説からさっきも言ったように違法性の有無の判断の、ね、段階では、別件として実態を喪失したかっていうだけを問題にすればいいんだけど、違法性の程度の問題、程度の判断においては本件としての実態があるのかっていうところまで認定できるかは重要な意味を持つと。令状主義違反まで言えればね、証拠能力を飛ばせると。供述証拠の証拠能力を飛ばせると。まあ、ただし本文では、証拠能力の問題ではないんでね、供述の証拠能力の問題は問われてないので、ね、そこまで認定する必要はないってことですね。単に身体拘束が違法となるかっていうところだけ検討すればいいからね。よろしいでしょうか。で、この考え方に従ってじゃあ検討してみましょう。16ページ一番下のところです。本件の取り調べがあくまで別件の捜査に付随しこれと並行して行われる限り違法な身体拘束とはなっていないよと、まあ、先ほどの参考判例5を参考にしてますが、で17ページ、最も本件の取り調べが上記の程度を大きく超えているのに対し身体拘束の基礎となっている別件の捜査がほとんど行われていない状況にあるなど、当該身体拘束が別件による交流としての実態を喪失した場合、別件捜査何もやってないじゃんと、なんで交流したんですか、そんな必要なかったじゃないですかってなっちゃった場合ですね、当該身体拘束の要件、交流の理由と必要を核に至ったというべきであるから、その時点から違法な身体拘束となると、はい、これが別件基準説からの実態喪失説と、まあ、一応川井出説と区別する趣旨でこういうふうにネーミングしました。はい、じゃあこの考え方に従って検討してみましょう。交流の実態を判断してください。交流の実態を判断するための事情として、まず交流期間の本件取り調べへの流用の程度、交流期間を通して通じて、取り調べの合計時間は別件が20時間、本件が40時間、とりわけ3月の8日12日、そして、ごめんなさい、3月8日ないし12日か、そして同月16日ないし18日は本件取り調べしかやっていないと。
他方、別件の取り調べも断続的には継続しており、最終的には勾留満期直前の3月19日にも実施しているというのが取り調べの実施状況ね。次、い、本件と別件の関連性。いずれも金銭を領得する犯罪であり、類型的に動機の共通性が認められる。まあ、強盗致傷事件となんか不法入国、不法残留だっけ、で、あの参考判例5はね、全然材質が共通していないのが参考判例5だったけど、本門は、まあ強盗と横領だから一応ね、金銭を領得する類型の犯罪でした、だから上記の動機を裏付ける項の経済状況、まあ、借金とか収入の状況とかそういうことに関する証拠というのはこれは両事件に共通する証拠となりますね。次、う、項の供述状況及び捜査の進行状況。まあ、ここが重要ですね、捜査の進行状況。で、見てみると、項は、勾留当初は覚えていない旨の供述をしていたところ、3月2日ないし、6日ですね、項の周辺者から、聞き込み捜査及び項のスマートフォンに保存されたメールなどの精査が実施され、その結果、項は Y から借金をしていたということが判明しました。その後、3月の7日、事件当時は終日パチンコ店の H 店か I 店にいた旨のアリバイ主張をする供述をしたんですね。そこで、同月8日ないし10日に、この供述の裏付け捜査が実施されていると。他方、同月11日および12日 A の供述を裏付けるために公所有のパソコンデータの精査が実施されて、その結果 A 宛ての平成30年11月20日付領収書のデータが発見されています。さらに捜査の進捗状況は進みますが、この辺の事実の分析が細かくなってね、どこまで細かくやるかっても難しいんだけどね、一応解説講義なのでまあまあ細かめに、追っておきましたけれども、18ページ、同月14日アイテムの防犯カメラ画像の確認を実施した結果、犯行日に甲が来店していないことが判明したということで、甲は、A から集金した金額は覚えていない旨の供述を変遷させたと。A から集金はしたが金額は覚えていない旨供述を変遷させたか、こういうふうに供述が変わった。そして3月16日 Y の取り調べを実施したところ、甲に10万円を貸していたが平成30年11月23日に3万円の返済を受けた旨の供述を得た。その後、同月19日上記 Y の供述を裏付ける証拠として返済日及び金額の記載された手帳を確認した上で再度 Y の供述調書を作成し、同日甲が自白するに至った。はい、こういう捜査の進捗状況をずっと見ていくと、やはりですね、満期3月20日、その前日である3月19日まで、捜査はずっと進捗してるんだよね。以上の各事情によれば、甲の取り調べを含む別件についての捜査、すなわち別件について起訴または不起訴の終局処分を決するために必要な証拠収集は、勾留当初から勾留延長の満期である3月20日の前日まで進行を継続していたのであり、その間、本件の取り調べが合計40時間にわたり実施されているものの、かかる取り調べはあくまで別件の捜査に付随し、これと並行して行われていたものと認められると。したがって本門身体拘束が別件による身体拘束としての実態を失い、違法な身体拘束となったとは認められないということに結論としてはしておきました。アスタリスク5つ目の最後19ページ一応この結論に対してはですね、はい、実態喪失の有無について本門では Y を取り調べて同人の供述調書を作成した3月16日の時点、ここを一つの分岐点として別件についてこれ以上捜査を遂げる必要はなくなっており、同月17日以降の身体拘束はもう別件による勾留としての実態を喪失したんじゃないかとの見方があり得るかもしれない。しかしですね、捜査機関はこの時点では未だ Y の供述を裏付ける重要な証拠物、すなわち手帳を交付受けてないんですよね。今度持ってきてってことになっていると。でその内容を確認も取れていなかったと。同月16日の時点で Y の供述内容は、
公から借金を返済を受けた時期について一部記憶が不明確な部分があったのであるから、将来公判で Y が証人として証言する事態に備えて同人の手帳を確認した上でその供述の裏付けを取っておくっていう必要があったことはこれ否定できませんと。いいよね。また同月19日に検察官 R が行った甲の取り調べは勾留延長後の唯一の検事調べの機会であり、上記 Y の供述や手帳の内容を踏まえて、改めて甲に別件についての事情を聴取するための重要な取り調べであったと言えると。ちなみにですね、身柄事件において被疑者の検察官面前聴取をですね、PS を取らないで、作成していない時点で検察官が起訴不起訴の判断を決定すると、しかも否認している事件でね、ということは通常想定できませんのでね、だからこれらの事情も踏まえるとまだ16日の時点では PS 巻いてないわけで、はい、まあ、16日時点以降もなお別件について終局処分を決するための、ね、所要の証拠収集活動は継続していたと言わざるを得ないですよね。このような別件の捜査が行われている限り、たとえ本件の取り調べが集中的に行われていたとしても必ずしも別件による逮捕拘留としての実態が失われるものではないと言えるだろうと、先ほどのね、ちょっと一点だけ指摘しておくと、取り調べ状況だけに着目しちゃう、答案を結構見るんだけど、先ほどの参考判例5をもう一度見るとね、29ページですけど、別件交流としての実態を喪失したかどうかは、すなわちその別件についての捜査なんですよ。捜査が行われてたかどうかなんですよ。取り調べだけじゃないんですよ、もちろん。取り調べ以外にも捜査いろいろあるんです。それらは全然やってなかったってことになると、それは別件としての、交流の実態を失ったねっていう話になるんだけど、取り調べやってなかったとしても捜査が続いてるってことはありますからね。着目するのは捜査の進捗状況と進行状況ということになるわけです。はい。で、まあ、一応これが別件基準説からの検討で、次、第2、異なる結論を導く理論構成による検討と、証文2ですが、別件逮捕拘留の適法性判断基準として本件基準説をこちらでは書くということになりますね。いまだ重大な本件について被疑者を、19ページ戻りました、被疑者を逮捕拘留する理由と必要性が十分でないのに主として本件について取り調べる目的で軽微なオツ事件につき、あ、ごめんなさい、オツ事件って書いちゃ分かんないな、軽微な、まあ、別件につきっていうふうに書いた方がいいですね。被疑者を逮捕拘留する場合、形式的には別件に基づくものであるが実質的には本件に基づく身体拘束というべきであるから、いまだ逮捕拘留の理由と必要の認められない本件に対する取り調べを主たる目的として別件により被疑者を逮捕拘留することは令状主義を実質的に先達し違法であると。ちなみにね、主としてとかね、主たる目的としてっていうのは、先ほど見た参考判例の、参考判例1か、の、もっぱらっていう表現をちょっと緩和した、主としてですね。主として本件取り調べ目的。ちょっと緩和した、下級審の裁判例を参考にしました。これ参考判例4で付けておいたので、まあ、その判例を参考にして基準を立てました。で、実質的には本件による身体拘束だという点が先ほども言ったけど、本件基準説の主眼でね、令状主義違反だというふうに評価していくと。はい。で、ここが、だから実質的に本件だというふうに言う認定が違法判断の核心になっていくと。はい。そして20ページです。そこで、じゃあ捜査機関の意図目的を推認させる事情として、ね、とはいえ現在の本件基準説も、ね、事後的な事情から、ね、事後的に本件取り調べばっかりになってるじゃないかっていう事情から取り調べ目的を推認すると、本件取り調べの目的だったんだという形になるので事後的な事情から行くということになりますね。事後的な事情から行くというか事後的な事情も加味して判断すると、ね、推認していくと、はい、してみていくと、本門身体拘束に先立って P は
公名義の原動機付き自転車が V の供述する本件の犯人が犯行時に使用していた原動機付き自転車と、ナンバー及び色が一致したということ、本件の犯行日の翌日である、2月2日に甲が事故の銀行口座に現金30万円を入金したこと等から本件の嫌疑により甲に対する捜査を進めていたと。そして P は未だ本件で甲を逮捕するには証拠が不十分であったため別の犯罪の嫌疑を捜査したところ X 社社長から先ほどの別件の嫌疑が発覚したと。同社社長は当初被害金額が少額である等の理由から積極的に被害届を提出しなかったが P が繰り返し同人の説得を続けた結果被害届の提出を受けたということを端緒として別件が立件されるに至っていると、まあ、こういう経緯ですね。これ事前の事情だけれども、さらに P は別件を検察官 R へ送致するに先立ち甲に対する本件にかかる嫌疑を R に伝えており、 R は本門身体拘束当初から本件での逮捕も視野に入れて本件の捜査も並行して行うことを指揮していたと、はい、ここまでが事前の状況。そして現にっていう、ここからはだから、実際の交流の実態が何だったかということですね。現に本門身体拘束の初期段階である3月4日から本件取り調べは開始されている。満期日までに合計40時間というね、別件の取り調べの実に2倍の長時間が本件の取り調べに費やされている。とりわけ3月8日ないし12日16日ないし18日はもっぱら本件取り調べなんだよね。もっぱら本件取り調べのみ実施されていると。甲は当初から本件への関与を否認していたところ、本門身体拘束期間中本件の取り調べ以外にも本件に関する捜査は進められていた。甲から平成31年2月6日に7万円の返済を受けた旨の Y の供述およびその返済日と金額の記載のある Y の手帳、そして家賃を滞納していた甲が本件犯行日の翌日である平成31年2月2日に滞納分の家賃として10万円を支払った旨のアパート大家の供述、そして同年2月初旬に公名義の原動機付き自転車を甲が知人に売却した旨の聞き込み捜査結果など、はい、これらの証拠を収集した上それらを踏まえて本件取り調べを実施した結果3月18日甲は自白するに至った。はい、これらの事情を見るとってことですね。21ページ以上の各事情によれば捜査機関は甲の逮捕状を請求した時点において被疑者の死亡した重大事件であるが、未だ逮捕拘留の要件を満たしていなかった本件に対する取り調べを主たる目的として被害金額3万円と比較的軽微な事件であるが逮捕拘留の要件を具備していた別件により甲を逮捕拘留し現にその身体拘束を本件の取り調べに利用したものと認められると。したがって本門身体拘束は実質的には本件に基づく身体拘束と言うべきであるから令状主義を実質的に選択したものとして違法である、はい、これがまあ本件基準説からの分析と、ね、これどこまで書くかですけどね。反対の結論に向かって、まあ、あの分析会というね性質上細かく書きましたけれども、ここはもうね実際の時間との関係では、どこまで書き切れるかなっていう感じでしたよね。でさらに本件基準説による構成を採用しない理由、ここまで書かなきゃいけないからね。これもどこまで書くかっていう話ですよね。まあ本件基準説に対する批判としては、まあ、理論的な問題点、そして実際的な運用上の問題点、そして結論の妥当性の問題点と、まあいろいろな観点から指摘できるんですけど、本当にこれどこまで書くか悩ましいよね。一応ね、まあ理論上の問題点を中心に書い、運用上の問題点と理論上の問題点かを指摘しておきましたけどね、レジュメでは。まず括弧1、そもそも令状請求の段階における司法審査は、身体拘束の基礎となる被疑事実、すなわち別件についてのみ行われるんであると、ね、先ほど事件単位原則。したがって捜査機関が他の事実本件について取り調べを行う意図目的を有していたとしても、それを裁判官が事前に審査することは制度上無理です。制度上困難であると。仮に本件についての嫌疑の存在とそれを取り調べようとする、ね、取り調べ官捜査官の意図目的の存在を、ね、令状請求を受けた裁判官がその令状審査段階で審査しなきゃいけないってことになるんだったら、これは事件単位原則に反する恐れがあるよね。
はい、まあ、これは実務上の、実務的なね、実際的な運用上の、まあ、問題点。実務では、純粋な本件基準説は採用できない理由です、これが。いいですか。で、そこで、上記2のように、括弧2番ね、そこで上記2のように、捜査機関の意図目的を事後的な事情からね、身体拘束期間中の取り調べ状況から、事後的な事情から判断、推認すると。いうふうに考えたとしても、ここから先はだから理論上の批判、理論的な問題点。捜査機関がもっぱら、または主として本件取り調べを有するね、ごめんなさい、本件取り調べをする意図、目的を有していたということから、その逮捕拘留の実態を本件に基づく身体拘束と評価して、令状主義の先達に結びつけることは、これは論理の飛躍だと。もっぱら本件取り調べをしていた、だから実態として A 拘留なんだと、ここに論理の飛躍がないかいと。すなわち、逮捕拘留は、被疑者の身体を拘束することにより、逃亡や罪証隠滅を、ね、防止するための制度であるところ、被疑者として取り調べる必要があることは、逮捕拘留の要件とはされていませんから。取り調べの必要性というのは逮捕拘留の要件ではないですよね。ですから捜査機関において被疑者として取り調べをする予定があったか否かにかかわらず、またいかなる事実の取り調べをする意図であったかにかかわらず、その逮捕拘留が基礎となっている事実についての被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止する機能を果たしている以上は、その制度目的を達するのであり、これを違法とする理由はありませんと。別に別件で拘留したからって、別件拘留中に当該別件の被疑者取り調べを行うことが捜査機関に義務付けられるわけではないよ。当該取り調べを行っていなかったから、ね、だからその身体拘束は違法だというのは論理飛躍があるわけですよ。実際には想定できないけどね、身柄事件で、しかも否認してる事件だから、実際にはね、想定できないんですけど、仮にだよ、仮に被疑者取り調べが全く実施されてなかったとしても、ね、拘留そのものは、罪証隠滅の防止と逃亡の防止に役立ってるんだから、それ自体は目的を達成してるわけですよ、拘留はね。っていう話です。だから、取り調べと拘留の違法っていうのはリンクしないんじゃないですかと。ね、理論上、この飛躍があると、論理の飛躍があると。実際には取り調べやるんですよ、拘留した上で身体拘束を利用して取り調べはするんだけど、ね、仮にしなかったとしても別にそれは違法にはならないよと、ね、こう取り調べをすること、取り調べをする必要があることが別に要件ではないし、拘留をしたら取り調べが義務付けられるわけでもないんだからということなんでね。はい、だから従ってということで、22ページ。従って、事件単位原則に従って審査した結果、別件について逮捕拘留の理由も必要もあると認められた場合に、たとえ捜査機関に本件取り調べの意図目的があったとしても、それをもって逮捕拘留の要件を書き、身体拘束が違法と解することはできない、という結論にしておきました。はい、というのが設問1だけど、やっぱり書きづらいと思いますね、相当。どこまで書くんだと。特に証文2についてね。なので、これはもう時間との勝負で、あとは出力勝負という感じですね。すごく事情も細かいので、書こうと思えばいくらでも書けちゃうと。あとは時間との本当にね、厳しい勝負だったなというふうに思いました。次、設問2の方はどちらかというとその事案分析的な部分はあまりなくて、典型的な素因論だったので、ここはもうパパッと説明して終わりにできるかなというところなんですけど、見てみましょう。まず素因変更の可否ですね。ご存知の通り、公訴事実の同一性312条1項の解釈と。まあ、312条1項は、裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因、または罰状の追加、撤回、または変更を許さなければならないとあります。だから、訴因変更がどの範囲で許されるか、すなわち、公訴事実の同一性とはいかなる意味か、まあ、これがここでの問題です。で、ちょっとここだけ指摘しておくか、23ページのアスタリスクですね。平成26年の採点実感で、
このように書かれてました。判例は公訴事実の同一性につき基本的事実関係が同一であるか否かを判断基準とし、基本的事実関係の同一性の判断においては犯罪の日時場所行為対応方法、相手方、被害の種類、程度等、事実関係の共通性に着目して結論を導くものと、変更前の訴因と変更後の訴因の非両立性に着目して結論を導くものとが見られると。で、まあ、答案の多くがこれらの基準に言及していた。もっとも、基本的事実関係の同一性と訴因の非両立性との関係については、明確に整理されているものも少なくな、明確に整理されていないものも少なくなかったと指摘されていました。まあ、この採点実感の指摘する共通性に着目した判例が参考判例6。これ本文で参考になりますね。で、後ほど見ておいてください。で、非両立性に着目した判例が参考判例7ないし11。もっともですね、非両立性に着目した判例も、例えば一方の犯罪が認められるときは他方の犯罪の成立を認めない関係にあると認めざるを得ないから、かような場合に両訴因は基本的事実関係を同じくするものと解するとかね、両立しない関係にあると認められるから基本的事実関係において同一であるということができると述べていて、結局ですね、非両立性というのは基本的事実関係の同一性を肯定する理由の一つとして位置づけられていると、まあ、これは判例が一見すると両訴因間における犯行の日時場所対応等の重なり合いが乏しく、共通性の視点からだけでは基本的事実関係の同一性が明確ではない場合に、まあ、判断基準として明確なこの非両立性に着目したんだというふうに理解ができるだろうとということでです。まあ、この、だから、その基本的事実関係の同一性っていう問題と、非両立性っていうものの関係を整理しできると、採点実感からするとね、いい答案になるんだということなんですね。まあ、公訴事実の同一性というのも、一応、板書を出してまとめておきましたけれども、ね、訴因が変わったということで、訴因1から訴因2に変更するという場合にね、この訴因1と訴因2は、まあ、同じ社会的基盤を持つ事実関係に還元できるのかと、バックにある事実関係は共通している事実なのかと、まあ、これをもって基本的事実関係の同一性というふうに言います。そしてこの基本的事実関係の同一性を判断する着目する要素は、ね、先ほど判例見たように、ね、まあ、事実関係が共通しているという場合であればそれで判断できるけど、ね、必ずしも明確に共通していないなというときに非両立性という視点からこの、ね、事実関係の同一性を判断しているから、ね、こういうふうに、だから基本的事実関係の同一性という基準とこの非両立性というのはこういう関係にあるよということだね。それを判断する一要素として位置づけられている、はい、これを論じられるといいんだと思いますね。先ほどの採点実感に照らすと。ということで論じておきました。22ページです。はい。公訴事実の同一性というのは、一時不再理だとか二重起訴禁止の効力の及ぶ範囲を隠する機能を持っています。ある訴因と別の訴因との間において、犯罪を構成する基本的事実関係が社会通念上同一であると認められる場合、両訴因は1個の刑罰権の対象となる事実というべきであるから、公訴事実の同一性が認められるというふうに解すると。具体的には、材質の密接関連性、犯行日時場所の近接性、被害者や被害品の同一性、犯行場所の共通性等に照らして、基本的事実関係の同一性を判断する。まあ、これが共通性の基準。そして、最も、両訴因の事実関係に明白な共通性が認められない場合であっても、一方の事実が認められるときは他方の事実を認めない関係にある場合には、両訴因は基本的事実関係において同一であると解する。これが非両立性。はい。じゃあ、一応この基準に照らして本文検討すると、まあ、そこに、訴因、変更前の訴因と変更後の訴因をね、比べられるように箇条書きしといたけど、変更前の訴因は、材質は領得罪ですね。ただし、占有移転なし。横領だからね。日時、平成30年11月20日。場所、G 市、J 町、一番地、所在の A 型付近。被害者、X 社。被害品、現金3万円。そして犯行対応。
A から売掛金の集金として受け取った現金3万円を同社のため業務上預かり保管中事故の用途に使う目的で着服して横領した。これが変更前訴因、はい、これと比較してどうですか。変更後訴因23ページ材質領得罪占有移転あり詐欺ですね。日時同じですね。場所同じですね。被害者 A 被害品同じですね。犯行対応売掛金を集金する権限がないのにこれがあるように装い A をその旨誤信させ同人から現金3万円の交付を受けたと。詐欺ですね。さあこれ比較してみるとどうでしょうか。相当程度事実関係が重なっているのでもうこれはこのまま事実関係共通だって言っちゃっていい事案かなというふうに思います。変更後訴因の基本的事実は公が A において X 社に支払うべき売掛金3万円を同人から不法に領得したという事実です。変更前訴因の事実とは犯罪の日時場所において近接ししかも同一の財物に対するいずれも領得罪です。また両訴因の被害者は形式的にはね X 社と A で異なってますけれども、訴因変更後の訴因ごめんなさい変更後の訴因においても被害金3万円について、ね、経済的な損害が生じているのは、ね、X 社ですよね。これいずれにしろ X 社に支払うべきお金なわけですから、はい、それを公に取られたっていう事実関係なので実質的な被害者も共通していると言っていいでしょう。したがって両訴因は基本的事実関係において異なるところがなく公訴事実の同一性が認められると。はい、まあ、一応これでもう結論出しちゃったけど2つ目のアスタリスクは23ページの下のところか。本門の両訴因は公訴事実記載の日時場所において公が X 社の売掛金の集金として A から現金3万円の交付を受けた上でその3万円を領得したというね一つの共通した社会的事実について、公の集金権限の有無という法的な視点から別々の異なる訴因として構成されたものに過ぎないというふうに考えることができます。したがって本門のように両訴因間における犯行の日時場所対応についての重なり合いが肯定しやすい場合はね非両立性に着目するまでもなく基本的事実関係の同一性が肯定できるだろうと、まあ、これが参考判例6です。もっとも仮に共通性がね明確には認められないと考えたとしてもですね、今言ったように両訴因の本質的な違いはこれ領得事件における公の集金権限の有無この点だけだよね。実質的な違いはそれは権限がありだったら業務上横領または権限がなしだったら詐欺これいずれかであり両立しないわけだから非両立性の視点からしてもですね、基本的事実関係の同一性は肯定できると、まあ、ここを補充的に書いてももちろんいいと思いますよ。はい。で、あともう一つ追加で指摘しておいたのは訴因変更の要否はどうなるんだと、いうふうに考えた人がいたかもしれない。でこの訴因変更の要否という問題はこれ平成26年の出題書士そこに指摘しておきましたがこう書いてある。裁判所が訴因と異なった事実を認定するにあたり検察官による訴因変更手続きを経る必要があるか括弧訴因変更手続きを経ずに訴因と異なる事実を認定することの適否という問題であるとこういうふうに書いて、ね、あるんですね。本門は現に検察官から訴因変更請求がなされている事案ですから訴因変更の要否を問題する実益は乏しいということです。まあ、そもそも、ね、審判対象の設定変更権というのは検察官の専権ですから現になされた訴因変更の請求に対して裁判所が訴因変更は不要ですって回答する場面は存在しないんですよね。先ほど312条1項言いましたけど、ね、裁判所は検察官の請求があるときは公訴事実の同一性を害しない限度において訴因変更を許さなければならないと規定してますからあその訴因変更は検察官不要ですよと、そういうふうに回答することは想定されてません、ね。今言ったようにだから要否は訴因として掲げられた事実と裁判所が証拠により信証を得た事実が食い違ったときに訴因変更しなくてもその事実を認定できるのかというね、まあ、いざ判決を下すってね、その訴因変更がなくて判決を下そうとする場面で問題となるのでこれに対して、本門みたいに現にね、検察官から訴因変更請求がされている場面では、ね、
素因変更の可否が問題となって、ね、その素因変更が認められるのかどうかという問題になるんだよということです。だから要否の問題と可否の問題は場面が違っていると、場面を異にしているというふうに整理しておくといいでしょう。はい、で最後ですね、後半前整理手続き後の素因変更の拒否というものですけれども、設問のリクエストで後半前整理手続きを経ていることを踏まえつつとありました。ですから後半前整理手続きを踏まえているっていうことからね、この素因変更が果たして許されるのかどうかっていう検討をしなきゃいけない。これは条文上を見ていくと手がかりとなる条文はですね、まあ、これ控訴事実の同一性を害しない限り許さなければならないだから、やっぱり制限を設けている条文は刑訴法の条文上はこの312条1項しかないんだよね。だから後半前整理手続きを経てるということから、素因変更請求を制限する条文はないですね。そこに316条の32参照と書いておきましたけど、証拠調べ請求の制限に関する規定はあるけど素因変更請求の制限に関する規定はないんですよね。だからこれはじゃあ後半前整理手続きの趣旨に遡って、その趣旨から何らかの制約原理が導けないかってことを考えていくしかない。はい、ここで参考判例12がありますけど、まあこれこの参考判例12を知識として皆さん持ってましたかと、ね、もちろんこれ知ってた人、勉強してた人はそれで書けるんでしょうけど、参考判例12を知識として持ってましたかを問う問題というよりは、後半前整理手続きの趣旨から、ね、何らかの制約、素因変更請求について何らかの制約が必要だと、ね、それについて皆さん考えてくださいよっていう問題だと思います。現場思考でも行きたいところですね。これ知識問題だよっていうふうにこれ解説するのは簡単なんですけど、現場思考でね、なんとかその後半前整理手続きの趣旨を考えた上で素因変更請求に対する制約原理を導くという思考プロセスをなんとかこう現場思考でやってもらいたかった問題です。はい、で一応まあ参考判例があるのでそれをベースにね、ここではレジュメは書いてますけど、24ページ、後半前整理手続きの趣旨としては、当事者双方が後半においてする予定の主張を明らかにし、その証明に用いる証拠の取り調べを請求し、証拠を開示し、必要に応じて主張を追加、変更するなどして事件の争点を明らかにし、証拠を整理することによって充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるようにするための制度であると。まあ端的に言うと争点と証拠の整理ですよね。それをすることによって継続的、計画的かつ迅速な公判を可能とすると。まあ、裁判員裁判ですから、裁判員裁判はね、必要的後半前整理手続きですよね。で、裁判員の方は一般の方々なわけで、ね、その従来のように、さみだれ式で期日指定してね、じゃあ次1ヶ月後みたいな形でやって、ね、後半期日をさみだれ式に指定して、その都度ね、こうだらだら続けてって、その都度裁判員呼び出すっていうのはできないですので、決められた集中した期間に全部の審理手続きを行えるように、全部終わらせられるように、あらかじめ詰めなきゃいけないわけですね、計画を。それが後半前整理手続きだと。で、決められた期間内で一気に全部後半をやると、はい、それが裁判員裁判だし後半前整理手続きです。はい、このような趣旨から考えると、ね、後半前整理手続きを経た後の後半においては充実した争点整理や審理計画の策定がされた趣旨を勃却するような素因変更請求は権限乱用にあたり許されないというのがこの参考判例12です。まあ、この権限乱用にあたりっていう法律構成の部分はね、参考判例12を知識として知っていた人はそのまま書けたかとは思うんですけれども、この権限乱用だ、訴追権限の乱用って位置づけにしてますね。はい、じゃあ検察官の権限乱用になるのかどうかということを検討していきます。本門の検討というところを見てください。後半前整理、なんか漢字が違う。後半前整理手続きの結果、変更前の素因については争いはなく、
量刑のみが争点となっていたと。そして公判前整理手続きにおいて弁護人から公の集金権限に関する主張はなかったと、はい、この事実ですね、弁護人は公の集金権限の有無を争っていなかったんですから、公に集金権限がないから無罪、横領は無罪であるっていうね、そういう主張をしていなかったわけですから、仮に公に集金権限がない場合にも、ね、無罪の認定にはならないということを暗黙のうちに前提にしていたと解されると、まあ、一応こういうふうに評価しました。まあ、これは参考判例12もまあ参考にしてるんですけど、まあ、ここまで言うかどうかは微妙かなという気もしますけどね。参考判例12は交通事故の事案でした。で、弁護人は犯人性のみを争っていたと、ね、その時運転してたのは被告人じゃないと、ね、それだけ犯人性のみを争点にしていた。過失の対応については一切争ってなかったと、そういうか、事実でしたね。事実関係でした。で、そうするとね、仮に被告人が運転していたんだと犯人性が肯定されて犯人が被告人であるというふうに認められた場合には、検察官の主張する対応の過失が認められるということは、それは暗黙の前提にしてたんでしょうと、ね、そういうふうに指摘されてるんですね、参考判例12は。まあ、なのでちょっとまあそれと引きつけて同じように、本門も仮に集金権限が否定されてもあなた無罪主張してなかったじゃないと、無罪とはならないってことをあなた暗黙のうちに前提としてたでしょっていう指摘をしておきました。で、25ページ。そして、公判において X 社社長の証人尋問を実施したところ、本件当時、公には集金権限がなかったことが明らかになったことから、検察官は訴因変更を請求したと。訴因変更後について、変更後の訴因は、A の証人尋問において、公による欺罔行為、そして A の錯誤に基づく財物交付の事実について A が証言しましたよと。他方、公の被告人質問において、ね、公の故意については自白したんですね、公が。だから結果として追加の証拠調べって何もいらなかったってことです。ね、検察官としても特段追加の立証を必要とせず、ね、変更後訴因は、ね、従前の証拠関係から全部証明できちゃった。現に検察官及び弁護人双方から追加の証拠調べは請求されてない。これがさ、訴因変更を請求した結果、ね、追加の証拠調べにあと1週間かかりますってなっちゃったら、さすがにですね、ね、争点整理して、ね、期間を決めて、この期間に一気に公判を終わらせられるっていう計画を立てたのが崩れちゃうからね。この追加の証拠調べがどれぐらい出てくるのかっていうのは重要な視点ですよ。だ本文はそれが全くなかったっていうんですよ。っていうことなので、はい、矢印の後ですけれども、公判前整理手続きでは争点とされていなかった事項に関し、公判で証人尋問等を行った結果、明らかとなった事実関係に基づいて、訴因を変更する必要が生じたものであり、仮に検察官の訴因変更請求を許可したとしても、ね、追加証拠調べは必要ではなく、審理計画を大幅に変更しなければならなくなるようなものではなかったと。はい、この事実関係を前提とするとですね、結論、本件の訴因変更の請求は、公判前整理手続きにおける充実した争点整理や審理計画の策定といった趣旨を勃却するようなものとは言えず、権利乱用には当たらないと。最後のアスタリスクですけど、結論ね、以上より、本件訴因変更請求については裁判所はこれを許可すべきであるというのが結論。で、最後のアスタリスクですが、公判前整理手続き後のね、訴因変更の拒否という問題は、今言ったように、参考判例12がですね、その趣旨を勃却するような訴因変更請求は許されないよという一般的な基準を示したと。ね、そして、その問題の本質は、検察官の訴追権限の乱用、あるいは審議則違反の有無にあるというふうに理解されています。この判例もね、権限乱用に当たらないという言い方をしてますので。したがって、この拒否の判断においては、訴因変更請求に至った経緯における検察官の奇跡性の有無という点が、ね、この観点が重要であるという指摘があります。すなわち、公判前整理手続きにおいてですね、検察官において訴因変更の要否を検討する契機があり、予備的に訴因変更請求をあらかじめ行っておくべきであったにもかかわらず、漫然とそのような対応を怠ったと。その結果、公判段階で訴因変更を請求するに至ったという場合、
そのような請求は権限乱用、審議則違反と評価しうるだろう。はい、この観点から本文を検討するとね、本文において検察官は捜査段階での X 社社長の供述に基づいて、ね、公を業務上横領罪で起訴したところ、公判前整理手続きにおいて弁護人から罪態に関する主張がなくね、これさっきも言ったけど公の集金権限に関する主張は何もなかったということですから、ね、もっぱら量刑のみが争点として整理されていたということですから、ね、認め事件だったんですね。もうこの完全に公判前整理手続きの段階から。なのでですね、検察官においてあらかじめ罪態に関する訴因変更の要否を検討しておく契機は乏しかったと。まあ、ある意味で X 社社長の供述にそのまま乗っちゃって起訴してそのまま公判前整理手続きやっちゃったと。でその結果公判で X 社の社長がですね、供述をひっくり返したと、ね、いやそれ検察官もうちょっと詰めといたらよかったんじゃないっていうのは言えなくはないけど、ただ弁護人がそこを何にも主張してなかったから、ね、検討する契機はなかったんだというふうには一応言えるでしょうね。はい、まあ、このような場合、検察官の訴因変更請求の訴追権限の乱用審議則違反だというふうに評価するのはなかなか難しいかなと。まあ、あんまり時間なくなったので、もう時間過ぎてるわ。雑談するのもなんなんですけど、99.9 というドラマがありました。昨年だったかな、やってたんですけど、あれ見た人います？見たことある人。あれでですね、こういうエピソードがあったんですよ。犯人性が問題とな争われている事件で、弁護人がアリバイ主張したと。で、どうやらそのアリバイが立証できそうだという感じになったら、そこで検察官がですね、犯行日時を変更するっていう訴因変更を請求したんですね。犯行日時をずらして、ね、犯行時刻をずらして、で、アリバイが成立しない時間にずらすっていう、そういう訴因変更の請求をしたと。まあ、そういうエピソードがありました。99.9 で確か。で、それを私これ見たとき思い出したんですけど、あれをやったらですね、公判前整理手続きを経た上で、もしあれをやったら、この判例に照らすと完全にアウトということに多分なるんでしょうね。はい。まあ、そんな感じでちょっとイメージしておいてください。じゃあ、ごめんなさい。時間来ちゃってるので、ざっと解説はこれで終わって、答案に一言二言だけ言及しておきます。それでおしまいにしましょう。あれ？答案が。ありました。刑訴法の方は、あんまり、なんていうか、指摘するところはそんなに多くなかったので、まあ、これ、ざっと見て、参考にしていただければいいかなというふうに思いました。別件逮捕拘留についても、まず自分のね、立場を示していると、ここですね、ここで別件基準説に立つという、まあ、平成23年の、まあ、ここか、別件とされる事件について逮捕拘留の要件を具備していれば適法である、まあ、一応別件基準説だということをまず示した枠組みを示した上で個別の要件の検討という形で、まあ、23年の出題趣旨の、ね、検討の枠組みに一応のっとって書いてはいると。でただちょっと物足りなかったのは、じゃあ別件に着目すればいいんだっていうことで別件に着目して法定の要件を満たしてたから、それで OK 適法って言ってここで結論出して終わっちゃったんですね。これさっき言ったけど、別件基準説も現在の別件基準説はですね、別件基準説からの実態喪失説といってですね、まあ、その後の身体拘束の実態を問題とするので、ね、その後の身体拘束の実態を基礎づける事情の検討、すなわち別件としての拘留の実態を喪失したか否かの検討、そこまで検討がいくとさらに良かったかなと思います。で、反対説、まあ、別の結論を導く立場としては本件基準説を書いているということですね。で、捜査機関の目的、意図目的を認定した上で違法というふうに、まあ、ここで結構具体的事実を出しているというような答案になっています。はい、まあ、これはこれでいいと思いますので、で、さらに進んでいただいて、この見解を採用しない理由として、ここですね、別件について身体拘束の要件が具備している場合、されている場合、並行して本件について取り調べる目的があるからといって、別件について逮捕を考慮して捜査を行うことの必要性を否定することも困難である。うん、先ほど講義でも指摘した、本件取り調べ目的を認定したと。ただ、それを理由として、身体拘束を違法とするということの問題性、まあ、ここは指摘できているかなということですね。
まあ、ただこの別件による身体拘束としての実態はあったのかの検討ができてないので、そこが惜しいというかね、そこがちょっと物足りなかった、もったいなかった。本件取り調べの目的があったら違法って、それはおかしいよねと。じゃあ実態としてね、別件交流の実態を喪失したかどうかって、ここまで踏み込んで検討できているとより良かったんだと思いますけどね。はい。で、まあ設問1についてはこれぐらいで、設問2もおおむね良好だと思いますので、これこの答案の流れで参考にしていただければいいかなというふうに思いますね。採点実感で、指摘されていた例 の、 あの基本的事実関係同一性と非共通性の関係性ですけれども、まあ、最初に指摘してるからね、基本的事実関係が社会通念上同一と言えるかどうかが判断だよと。そして補充的に、ね、非両立関係ですね、非両立関係である、補充的に非両立関係を見ていくよと、まあ、この辺のこの関係性を指摘した上で当てはめということで、一応流れは踏んでるかなと。でその上で最後、後半前整理手続きを経た後の、損益変更請求は許されるのかという問題、これもいいですよね、趣旨、最後のページ、後半前整理手続きの趣旨から何らかの制約を導く、これが現場思考でできていれば十分合格点になります。先ほどの判例を知識として知ってなかったとしても、で、まあ、それができているっていうことで、ここの書き方はこれでいいんだろうと思います。ただね、当てはめて1点だけ気になったのがここですね。審判対象である公訴事実を詐欺に切り替える必要がある、また被告人である公の防御活動の便宜の観点からも訴因を業務上横領罪から詐欺に切り替えなければ公が不意打ちを食らう可能性が高い。なんかね、審判対象確定と公の不意打ちだから、ここなんか訴因変更の要否を問題としている認定のように読めるんですけど、不意打ちってこの場合具体的に何のことなんですかね。要否の問題じゃまずない、ないんだけどね、そもそも不意打ちって具体的に何のこと言ってるのかちょっと分かんないね。これ本門は逆に変更しないことが不意打ちになるかが問題なんじゃない。あ、ごめんなさい、変更しないことが不意打ちになるかを問題とするのは、ごめんなさい、要否の問題か、それを言ってるのかな、この判、この書き方は変更しないと不意打ちだと、うん、あ、ごめんなさい、それは要否の問題だね。だからね、訴因変更しないまま、従前のね、損益変更請求をしないまま、手続きを経ないまま違う損益を認定するっていうのは不意打ちだと。これが損益変更の要否の問題で検討する不意打ちかどうかっていう視点だよね。で、本門で検討するのはそこじゃないでしょ。損益変更手続きを後半前整理手続きを経た上で、後半段階になって突如として損益変更を請求してきたことがね、それが不意打ちかどうかっていう問題ですよね。いい、本門は本門で不意打ちかどうかを問題にするのであれば、もうね、後半前整理手続きであんだけ争点も詰めて証拠も詰めてあんだけ整理したのに、いきなり後半になって訴因変更請求するんですか検察官、それは不意打ちじゃないですかって、そこの問題ですからね、不意打ちという言葉を使うんだったら。で、まあそれで検討してみてもいいんだけど、結局ね、量刑のみが争点だったと、集金権限の有無は、ね、全く弁護人も、ね、被告人も全く後半前整理手続きにおいては関心がなかったということですから、それは別に変更しても不意打ちにはならないよということは言えるんだと思いますけどね。で、全然あなた興味なかったじゃないですかと。で、これ仮に、その集金権限の有無に主張と立証が集中しててね、でそこをずっと主張して、証拠も積み上げていたにもかかわらず、そこがいきなり、はい、訴因変更を請求しますと、訴因変更しますってなっちゃったら、それは不意打ちだろうっていう可能性はあるかもしれないですけど、そうじゃないよねと、あなた方全然そこ興味なかったじゃないですかと、関心なかったじゃないですかと、全然関心がなかったことに対して、訴因を変更しても別に不意打ちじゃないでしょと。はい、まあ、検察官の権限乱用は別にないよねっていう結論で、結論はこれでいいと思いますけどね。ちょっとこの不意打ちっていうのが訴因変更の要否を検討するときの不意打ちっていう意味で使ってると、本文の文脈にはちょっと、沿わないかなというふうに思ったので、ちょっとそこだけ気になりました。ごめんなさい、ちょっと最後急
ぎ足になりましたが、一応これで全部説明をしきったかなと。はい、ちょっとごめんなさい、時間が大幅に超過しましたけれども、一応これで解説分析会はおしまいにしたいと思います。ただですね、これ毎年言いますけれども、今日は試験が終わってから約1ヶ月ぐらいか経っている時点ですが、まあ当然出題趣旨とか採点実感がこの後出ますからね、それを踏まえて、普段の努力で、この検討は更新されていくものですので、現時点での、分析結果という趣旨で皆さんにお伝えしましたけれども、ね、また今後も出題趣旨等を踏まえて私自身も分析進めていきますので、まあ、そういう前提でね、今現時点での参考にしていただければなというふうに思います。はい、じゃあ、長時間お疲れ様でした。これで、令和元年小試験の本試験徹底分析会、KGK の講義をおしまいします。お疲れ様でした。